いただきたくて、今たまたま抱いてるなという方は大変恐縮なんですけど、今のうちにちょっと横にずれてくっついていただけたら大変ありがたいです。遅れて来られる方もおられるので、ぜひ後の方のために一つ真ん中を開けずに詰めておいていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。あとですね、今日早速始める前に実を言いますと、ライブ配信ということで、アワプラネット TV と Facebook の方でも放映させていただいています。で、基本的には皆様のところは後ろ向きなので、皆様の顔が映るということはないんですけれども、今回ぜひいろいろな方たちに、議論を聞いていただければということで、配信をさせていただくことにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、資料がですね、今日一冊にまとめた形になっていて、紙の削減の関係で字読めないじゃないかぐらい小さいところもあって恐縮なんですけれども、ほとんどホームページ等でですね、公開されているものでもありますので、公開されているものに関しましては字を小さくさせていただいております。それではめくっていただきますと、今日の内容プログラムが書いてあるんですけれども、主催者を代表しまして、大阪ボランティア協会常務理事、日本 NPO センター理事の早瀬昇より開会の挨拶させていただきます。皆さんこんばんは。大変暑いというか、私大阪から来たんですけど、大阪の人間からすると涼しいなと思った、東京でしたですけども、もう大変お忙しい中、わざわざこの集いにご参加いただきましてありがとうございます。緊急集会というタイトルでなんか物々しい感じかもしれませんが、これ実は私たち NPO 法を作る時にですね、緊急集会と名付けるとたくさんの方がいらっしゃるという、経験則を得てしまいまして、でも実際今緊急というか、ちょうど、指定活用団体が10月に公募されたものが締め切られて、年内には指定活用団体が決まるという、こういうタイミングでですね、もちろん審議会でもこれまでずっと議論してこられたわけだし、その、議論は、公開もされてきたわけですけれども、ちょっと特にパブリックコメントを集めた後の対応あたりから、随分とどうしてこういうなプロセスになってるんだと、このあたりは後でまたご報告があるかと思いますが、大変心配する、あるいは不信感を抱かせるような手続きが取られてきている。で、このままのペースでいってはよくないんではないかと。ということで、この会合を開くことにいたしました。実は私ども自身も今回のプログラムを企画したメンバー自身も、パブリックコメントをまとめた側なんですけれども、ご存知のように、一言一句変えられずに、そのままパブリックコメントの反映が、内閣府の側としてはちゃんと説明理由を書きましたよというふうな形になっていると思いますが、要は全く反映しないという結論で確定してしまったと。これで本当にいいのだろうかというようなこともありまして、今日は少しプロセスのあるいは内容の解説に一定の時間が必要ですので、その点は時間を要しますけれども、皆さんからの質疑応答の時間も一定取ろうと、そのために夜9時までというちょっと長丁場の会合になりますけれども、ぜひ活発にご意見をいただければというふうに思います。ということで、これから2時間半ちょっと長い時間ですけれども、どうか積極的なご参加よろしくお願いします。私の方のご挨拶はこれで説明されます。失礼します。どうも今日はご参加いただきましてありがとうございました。林さん、ありがとうございました。それでは早速第1部を進めていきたいと思います。基本方針と指定活用団体の公募要領から読み取る休眠預金の可能性とリスクということで、このプログラム、私ども実行委員でみんなで考えて進めてきているんですけれども、ここの説明に関しましては特定非営利活動法人マチポット事務局長の奥田さんから50分お話しいただくことになっておりまして、その後フロアの質疑ということで10分お時間取っておりますので、まずは50分説明を聞いていただくという形になりますけれども、よろしくお願いいたします。では奥田さん、お願いいたします。はい、NPO 法人マチポットの奥田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ですね、今日は結構、長丁場で、資料も多いんですが、ですね、結構なんて言いますか、皆さんかなりご存知の方もいらっしゃれば、あまり、概要をご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですね。ただ、かなり細かいところの話が多いものですから、少し、大掴みですけれども全体の話をして、それでも多分分かりづらい部分があると思います。それについては、まあ後で、まあ、あんまり細かすぎる部分は実際の原本を語っていただくみたいな形でお願いできればなと思います。でまずちょっと自己紹介なんですけれども、なぜ私がここに座っているかということですね。私は NPO 法人マチポットというところの事務局長をしておりまして、普段は、市民シンクタンクっぽいっていうかな、政策提案であるとかいろんな活動をしているんですが、その中の一つにですね、市民ファンドというものをやっています。まあ、NPO バンクっていう事務局も昔やっていたんですが、そういう意味では、NPO セクターに対して助成とか融資を、仕事としてしたことがあると。今も融資はしていますけども、ですので、今回の休眠預金のお金がどういう形で、手法の話ですけど、どういう手法で、提供されるのかというのがなんとなくイメージがつくんですね。でそういうふうに見たときに、かなり巨額のお金がこのセクターに流れてきたときに、まあ、自分の振り返って仕事がどういう感じになるのかなというあたりから、情報をかけ始めた。でそこをやりながらですね、どうも問題があるんじゃないかということで、いろんな日本の NPO センターの方、地域の方と議論をしていく中で、まあ、今日の、フォーラムに至ったということになります。でちょっと今日は資料を、皆さん見ていただきながら、パワーポイントはほとんど使わずに、進めたいと思いますので、お手持ちの資料をご覧ください。まず、開いていただいて、今日の、一部というところなんですけれども、今日何の話をするかということをまず最初に、確認したいと思います。資料との関連1から7まで書いてあります。で、1から6までを、50分で、行って、7を10分で、かっちり1時間以内で収めたいと思います。で、まずですね、1番目でしたいのは、これはすぐに終わりますけれども、一体その700億円、まあ、最大でですけれどもと言われている金額というのはどんな、ボリュームなんだろうかという話で、2つ目が、金融預金についての基本的な説明です。本当はここをかなり、時間をかけなきゃいけないんですけれども、ちょっとすっ飛ばして10分でやりたいと思います。で、次の3から問題、問題点で、まあ、指摘の1つ目、プロセスの話ですね。どういうプロセスで行われていて、それは私たちはどういうふうに判断しているのかということ。で、4番目が指摘の2つ目で、基本方針に対する問題提起ということで、内容の話です。一体内容がどうなのかという話。で5番目の、指定活用団体募集要項に対する問題提起については、これについては、あまり深くやるとですね、突っ込みどころ満載すぎて時間が足りなくなっちゃうので、まあ、さらっと流そうかなと。どんな問題があるのかについてはちょっとこれ原本、まあ、見ていただければなと思います。で最後に全体、その細かい一つ一つもあるんですが、絶対全体から何が見えてくるのかという話をして、おしまいにしたいと思います。で一番下にですね、内閣府関係資料ホームページっていうのが書いてありますから、この中にほとんどの原本が載っていますし、ものすごく、細かい説明も入っていますので、それをご覧になればかなりの部分が分かるかと思います。でちょっと開けていただいて、資料1ですね、これは本当にさらっといきますが、1ですが、民間非営利団体実態調査というのがありまして、それによると、まあ、全国民間非営利は25万団体あると。でその中の収入規模が39兆円あるという話です。で実際こんなにあるのかなって言ったときに、一番下を見ていただければ分かるようにですね、まあ、NPO 各種福祉事業、協同組合、労働団体、まあ、宗教団体含むということで、まあ、民間非営利団体といったときには、行政の方では例えばこういうボリュームで見るときもあるということです。ただ、今日の、本題とは少しそれは違う話ですね。で右側の方が本題に近いんですけれども、で今、約、5万2000法人 NPO 法人があると。その中の収入規模が、まあ、0円が 3% で、0円から100万円が 18% でと書いてあります。一番多いボリュームゾーンが、1000万から5000万で 31% ですが、それ以下のところはほとんどだということで、大体 NPO セクターの資金的な規模というのはこういうイメージだというふうにことです。で3番目がですね、民間助成団体の助成金額ということで、下の表の足した数ですけれども、資産総額で、1兆854億円で、それに対して1年間で大体どのぐらいの助成が総額があるかというと、523億円という形です。で一番下に書いてあるのが、共同募金会ですね。
がだいたい資金総額が、募金総額が181億円で、助成総額が157億円だと、だいたいこんな感じのお金が、1年間で、流れているというイメージで捉えていただければいいと思います。でこれに対して、金融用金というのが、まあ、最大でですが700億円という金額ですから、だいたい、この2つを合わせたような金額が1年間で流される可能性があるということですね。で、まあ、これが前提の1つ目ということになります。で次の資料ですけど、資料 2-1 ですが、これは、金融用金に関連した国と民間のこれまでの動きということで、今までどんな形で推移してきたのかという話です。で国の動きと民間の動きが2つに分けています。でこの民間の方なんですけれども、すごく網羅して、緻密にか、作っているというよりも、おおよそ私たちが知っているのはこんなところだろうということですので、あまり この資料については厳密な資料ではありません。で、まずですね、2012年に、民間の方で休眠預金国民会議というのが発足します。でこの後、いろんな形で民間からのアドボカシー活動が進んでいき、その結果 もう一つだと思いますが、2014年の4月に、議連ができるわけです。でここら辺からスピードがどんどんアップしてきまして、同時期にですね、 GA とインパクト投資タスクフォース、日本国内諮問委員会、なんでこれがこれに載っているかといいますと、だんだんこの、見ていくと、インパクト投資であるとか社会的インパクト評価とかですね、そういうふうな文言がどんどん増えてきているんですが、その中の一つの一番最初に出てきたものの一つがこれだということですね。どんな因果関係があるのかということは明確なではない、団体としての明確さはないんですが、内容的にはかなり関連しているんじゃないかと思われるということです。で2018年になっていきます と、まあ、衆議院に、提出されて、成立すると。で12月9日に、この法律が公布されたということになります。で、同時の6月ですね、6月に社会的インパクト評価イニシアチブというものが発足したりします。で、2017年になりますと、先ほどの法律が、一部施行されると。この一部とは何かと言いますと、審議会が動き始めるという部分でも施行です。で、それに基づいて審議会が1年間で、これは10回行われています。で、それと、同時並行で民間の方では、休眠預金国民会議という2012年でできた団体が解散してですね、まあ近い人たちが、休眠預金未来構想プラットフォームというのを作ります。そういう、民間の中でも動きを見ながら、動いてきたということになります。で実はですね、今日の、主な議論というのは、この先の議論なんですね。この2017年の第10回審議会までは比較的、私たち関係者も見ていきながら、あ、こういうのをやってるんだなと、ちょっといろんなリサーチしながら、事実関係をちゃんと調べなくちゃなと思っていたと。問題点はいろいろ多々あるというふうには把握はしていましたけれども、こんな緊急フォーラムをしようというまでの、意識はなかったということになります。で次のページですが、ここら辺からだんだん、ちょっと怪しくなってきたといいますか、私たちの方でちょっと大丈夫かなって感じになってきたと。で詳しい話は後で言いますけれども、2018年は今までに、審議会が3回行われています。で審議会が3回行われて、パブリックコメントが2月に行われ、それが、12回の審議会で、判断され、その後、公募要項が、宿泊活用団体の公募要項が公表されるという形で、かなり具体的に動いてきているということですね。で、今年この先のスケジュールとしては、この指定活用団体が、大体10月くらいに締め切られて年内に決まると。でそれからだんだんお金が動き始めていって、来年度2019年には具体的にお金が、回り始めるというスケジュールになっているということです。でこの、2018年の、動きですね、これについて、これからちょっと説明しながら何が問題なのかということと、どういうことになっているのかということを皆さんと考えていきたいと思っています。で、次がですね、2-2 ですが、金融預金に対する、まあ、概要です。本来であればここをすごく時間を取らなくちゃいけないんですけれども、かなり、10分くらいでということで、すいません、ちょっと端折りすぎちゃうかもしれませんけれども、ちょっとご容赦ください。ですね、まず、休眠預金活用制度とはという、まあ、ゼロベースからちょっとお話をしなくても多分この皆さんは大丈夫なんじゃないかなと思うんですが、まあ、預金者等が名乗りを上げないまま10年以上も出入金が確認できない休眠預金と、
について、国および地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題、以下社会の諸課題に対してそれの解決を図ることを目的に、以下の3つですね、子どもおよび若者の支援、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援、地域社会における活力の低下、その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援という、この3つをテーマにしながら、その活動に行っている民間公益活動を促進するために使うというのが、まあ、一言で言う概要になります。で、ちょっとこの資料はかなり飛ばしていきますけれども、その、次ですね、横になっている、横というか図になっているやつですねが、休眠預金等活用の流れになります。これも基本的な説明ですけれども、まず預金者がいて、その預金が休眠預金となり、預金保険機構というところから指定活用団体というところにまず合法されると。で、今、この指定活用団体というのを決めようとしているわけです。で、ここが資金分配団体というところを、選んでいって、その後に民間公益活動を行う団体の方にお金が流れていくという、こういう大きな流れの中の、今は、指定活用団体をどう選ぶかというところのプロセスにあるということですね。で、次のスケジュール、まあ、ちょっと同じことですけれども、ちょっとかなり字が小さくて申し訳ありませんが、この今ここって書いてあるところですね、今ここのタイミングです、ちょっと話は同じなのでちょっと割愛します。で、これをどういうふうに決めていくのかというのが審議会になります。で、先法律が決まった後に、法律の細かい中身を、審議していくということが審議会の目的なわけですけれども、一番大きな、審議会の役割ということでは、基本方針の作成になります。で、この基本方針を作成するにあたってパブリックコメントっていうのを、応募しながら決めていくというところで、この基本方針の作成においてのまず問題が一つあるというふうに私たちは思っていると、いうことと、もう一つ目はその決まった内容について問題があると思っているというあたりが、今日の言いたいことになります。で、その次ですけれども、指定活用団体という先ほどから出てくるやつですけれども、これについては最初から一般社団法人の中から1団体が内閣総理大臣により指定されるというふうにされています。ですので、議論の中で指定活用団体が1団体でいいのかという話も出たりもするかもしれませんが、一応前提として1団体という話からスタートしているということになります。先ほどの分野が3つでスタートしたと同じことですね。これは将来的に変えられる可能性があるかどうかちょっと私の方で分かりませんけれども、まずそれを前提とされながら議論が進んできたということになります。で、ちょっとその先に行きますと、先ほどの、5ページなのかな、まあ、いや、休眠預金等活用の意義と目的のところですね、まあ、ここに書いてある一番上の2行に書いてあるように、預金者等が名乗りを上げないままとなっている休眠預金等は払い戻し額を差し引いても年間700億円程度にも上るということで、700億円という大体のボリュームというのはこういうところに書かれているということです。で、ちょっとまた何ページか飛ばしまして、基本、休眠預金等の活用における基本理念というのがあると思います。それの、2の方をご覧ください。で、ここではですね、いかに資するように活用することということで、一つが、民間公益活動の自立した担い手の育成というふうにあります。二つ目のポチの下線ですが、保管するための資金の供給を行うことによる民間公益活動にかかる資金を調達することができる環境整備の促進、まあ、一言で言うと、資金を、集める調達するためのお金としても使えるということですので、実際に困っている方たちに対しての活動に支援するということももちろん当然ですけれども、それと同じように、自立した担い、民間公益活動の自立した担い手と、それと資金の調達ということも目標とされているということで、おおよそ大きな仕組み自体にもこのお金を使えるということを書いてあるんじゃないかと思います。で、2つ目ですけれども、これが1つ問題だと私は思っていますが、仮説のところですね、多様な意見が適切に反映されるように配慮、透明性の確保というふうに書かれている。その次がですね、大都市その他の特定の地域に集中することのないように配慮する。で、そうですね、
で3つこの3つ目の4つ目の丸が非常に分かりづらいと私たちは思っていまして、特に2行目ですね、革新的な手法の開発、革新的な手法の開発の促進、成果にかかる目標に着目した助成とその他の効果的な活用の方法というのはこれだけでは非常に分かりづらいというふうに思っていまして、これについて審議会の中でどういうふうな議論が行われてきてどういうふうなものと規定されているのかということに関心があったわけです。で、こういう形の内容がとして議論がされてきたということで、すみません、ちょっと本当に時間がなくて申し訳ないんですが、そういう形の内容になっていると。で詳しくはですね、ホームページの方に基本方針と非常にそれに対して丁寧な解説が載っています。内閣府の方がものすごく、おそらく時間をかけて今節丁寧に書いてくださっているのがあるので、それと基本方針の2つ並べてみると、どういうことが書かれているのかということが今まで議論されて書かれてきたのかというのが大体わかるかと思います。ちょっとすみません、今日はそこら辺については、活用したいんですが、実はですね、そこで書かれている説明の内容について、非常に疑問があるというのが一つの、今日のポイントとなります。ですみません、ちょっとここら辺についてはかなりスピードアップしてしちゃったんですが、で何がそれで問題かと思うかということですが、資料3の方をご覧ください。ここら辺からが今日の本題なんですけれども、一つがプロセスのことですね。この資料3というのは、1から7までありますけれども、1と2については、議事録の抜粋です、第13回議事録というのは、先ほど言った審議会の一番最新のものですね。今現在で一番新しい議事録ということになります。で、これ、抜粋とは書いてありますが、1行とか2行をこう抜くんではなくて、できるだけ全体をこう、変な形で恣意的にならないように抜いて、抜粋しています。でこれが5月16日に行われたものですけれども、議事は何かというと、この1から4までですね、主に指定活用団体の指定にかかる体制について、指定活用団体の公募要項についてというあたりです。で1ページ目の下のあたりを見ていただきたいんですが、会長の方から、公募要項について、参事官の方に説明してくださいということで説明があったと。でその次のページあたりから、議論が始まるわけですが、まずですね、この専門委員の方の方から、指摘があったのは、前回から審議時間が非常に不自然に短いのではないかと。でパブコミについても、あれだけのご意見というのは168集まったらしいんですけれども、それについての説明というのは10分間で終わってしまって読む暇がなかったということについて、もう一つが、公募要項についても、この時審議するという話書いてあったんだけれども、もうすでに、午前中に、公開されてしまって審議のしようがないと、一体これはどういうことなんだろうかということについてまず質問がありました。でそれについてですね、岡本新、参事官の方からの、ご回答としては、この審議会は、国家行政組織法上のいわゆる第三条委員会ではなく、調査審議を行う第八条委員会となります。一方、指定活用団体の指定というのは行政処分になりますので、第八条委員会で行えないと。で、公募要項自体も審議会ではなく内閣が出しているということで、何が言っているかといいますと、基本的には、物事これを決めたりとかですね、確定したりするのは、そういう審議会ではなくて、行政府の方で行いますよというふうに書いてあると。で下の方のパブコミにつきましてもということですが、パブコミについても、法律上の規定としてパブコミをするということが決まっているので、これも、についても行政で定めているということなので、法律上の手続きにのっとって基本方針を策定する内閣がパブコミを30日行い、その結果に対して内閣が回答を作成し全部載せていると、それは法律上の 手続きの瑕疵がないというふうに答えているということなんですが、こちら私たちの方から見ると、パブコミを出しているわけですね。それに対してどうもこれを見ると、誰一人見ることなくそのままスルーされてるんじゃないかって今見えるわけです。それに対して、審議員の方も同じような意見を持っているというふうにここでは見えるということですね。でその次のページも続きが書いてあるんですが、で、3ページの上の方ですね、これも専門委員の方から、パブコミは公表されているのですか、それはメールでいただいているのでしたっけって書いてあると。つまり何かと言いますと、5月のこの段階でどうやら委員の方たちはパブコミを誰も読んでないと。でそれに対する、回答というのが、基本方針の、ホームページですねの、下の方に出ていて、リンクしたら出ていると。
ということで、まあ、どっかの方に1行多分リンクか何かがあったらそれ見れば分かりますよというふうに答えていると、まあ、私からするとですねこれはかなり不誠実な回答なんじゃないかなというふうには思っています。それと、それに対してはいろいろご意見がありまして、その、まあ、パブコメや、そういうものを軽視してるんじゃないかと、まあ、それに対しても岡本参事官の方がですね真ん中の方ですね、まあ、そのパブコメについては我々も結構な時間をかけていただいたコメントに対する回答を作らせていただいて全てに回答させていただいておりますということでですね、中身というよりもちゃんと、まあ、回答しましたよと、だから問題ないですよという言い方をしているということになります。まあ、こういう形で大体あのパブコメがどういうふうに扱われたのかということについては議事録でかなり分かったということになりますね。でその次のページをご覧ください。で、これについて対して、委員の方からですね真ん中の発言ですが、まあ、一般的に今まででいうとパブコメについては一回審議会でちゃんと見るということが今まであったんだけれども今回なかったのは問題じゃないかという指摘があります。でちょっとそれについてはですねこの 会長の方がちょっと不思議な回答をしているんですが、パブコメの議論はやらなかったのでしょうか、しなかったですというふうに出ててですね、で、まあ、委員の方が下の方で、透明性や公正性を確保してほしいということに対して、会長の方が、まあ、パブコメをきちんとやろうよと私も事務局には個人的には申しましたし、ある程度努力したつもりなんだけれども不十分であったと、また今後反映させていただきたいと思いますというのが、実はこの一番最後の回答が審議会の今現在の最新の回答なわけですね。その後審議会が行われていないという形になっています。でその下にですね若干ちょっと嫌味っぽい資料の作り方なんですが、第1回審議会の一番最初のコメントを載せておきました。これはまず最初に審議会がスタートして会長がご選されたというところで、その会長の方からですね、まあ、議事に入りたいと思いますということで、この辺について測りたいということで、次の課線のところですね、休眠預金等活用法第16条第3項では、これにあたっては、いろいろ書いてあってですね、多様な意見が適切に反映されるよう配慮されるとともに、その活用の透明性の確保が図られなければならないと規定されていると、当審議会との審議にあたっても多様な意見の適切な反映や審議過程の透明性の確保を図ることが重要と考えますということが、これ実はこの2つがですね、一番今私が読んだところが、この審議会の委員長になった時の最初の発言なんですね。で最後の発言が先ほどのところということで、一体この間にこの方たちはどうなっちゃったんだろうかというふうにちょっと思ったりするわけです。で、そういう形で進められてきたこのプロセスというのは果たしてどうなんだろうかということについて、ちょっと、簡単な資料として次のページに、3、4、5と書いてあります。その活用法の第3条であるとか行政手続き法の第1条、あとは、シンクタンクが作った、審議会の話ですね、まあ、やはり、まあ、これは常識的な話だと思うんですが、やはり多様な意見は尊重されるべきだし、特に、透明系の確保とか国民の権利の保護ということで言いますと、半ば民間的な資金を使うということと、最初からこの透明性というか公正性みたいなものを非常に強調していたわけです。で最初の、会長の発言も非常にそれに沿ったものだと思うんですが、一番最後の方の、議事録を読みますと全くそうではなくなってしまっている。でその中で決められていたものに、この社会的な公正性であるとか、そういうフェアなあり方というものが果たして存在するんだろうかという、まあ、疑問を持たざるを得なくなるということですね。で、やはりですね、まあ、この議事録を見ている限りで言いますと、委員長と、ごめんなさい、会長ですね、委員長か、ごめんなさい、会長ですね、ごめんなさい、小宮山会長と、まあ、岡本参事官のこのお二人のこの発言というのはかなりちょっと、なんていうか、責任者として大丈夫なのかなという感じが若干しないでもないです。やはりでもそこら辺については、まああんまり個人名を挙げるのはなんですけれども、社会的に、極めて力のある方たちが、見える形でこう議論をしているわけですから、ちゃんと本当にそれが正当なものなのか、それは社会って通念上公平なものなのかということについて、やはりもう疑念を出すべきなんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、その次の資料は、それに対してパブリックコメントの取り扱いについてということで、センターの有志一同が提出したものですね。これについては国民的議論を軽視してるんじゃないですかとか、そもそも審議会を軽視してるんじゃないですかとかですね、でこういうやり方っていうのはこの金融預金の制度そのものに悪影響があるんじゃないですかという意見を提出しています。
でこれもホームページに、載せてですね、内閣府の方に渡そうとしたんですが、どうも受け取ってくださらなかったみたいで、会議の時に机の上に置いていたらそれをちょっと持っていったみたいな、そんな感じで正式にまだ出されたものではないということになっているようです。でその次のページの資料が、一番最初に、挨拶なさった早瀬さんの方が、V 字表というところでこの間の、問題について対応、コメントしている文章になります。これも後でご覧になっていただければと思います。で、そういうふうにですね、ちょっと私たちとしてはこの決められていたプロセスに対して、まあ、かなり私たちとしては、オールジャパンとか国民的議論とかそういう話がずっとされてきたものですから、やはり当然それが反映されるべき、反映されているものだと思って結構頑張ってパブリックコメントを作ったりとかですね、議論をしてきたんですが、どうも全然そういうふうなものを、まあ、聞こうと思ってなかったということに対して、まあ、非常に残念に思っているし、やはりそれに対して、批判する社会的な批判をするべきなんじゃないかと思っているということになります。で、ここまでが、先ほど言ったそのプロセスの話ですね。で、次がですね、内容の話になっていくんですけれども、資料 4-1 というところをご覧ください。なのでここら辺は本当はそのパブリックコメントで多少反映されていただければ非常に良かったという話なんですが、されなかったということ で 4-1 もですね、実はこれも、どんな形で決まったのかなと思って、見て議事録をそのまま載せています。先ほどこれ10分って書いてありましたが、実質的には8分で終わっているようですね。しかもどうやら読むとですね、最初に大臣のご挨拶があったので実際の議論は何分だかちょっとよく分かりませんが、非常に短かったようです。で、これについてもどういうふうなプロセスで決まったのかということが、下線のところで書いてありますのでご覧ください。まあ、実質的には、まあ、議論はなかったということですね。で、ちょっとこれもプロセスに関わるので少し飛ばします。で次がですね、そもそも私たちがこれの内容が何が問題だと思ってたのかということです。これについては NPO 支援センターの有志一同ということで、結構日本人のいろんな中間支援組織のメンバーが集まってですね、ちょっとこの中、基本方針の案のままいっちゃったら NPO セクターの全体的にマイナスがあるんじゃないかなということで、結構細かく読んで、それまでの、議事録も全部読んでですね、してきたものです。で、これもちょっと細かい話に入っていくと時間がなくなってしまうので、ポイントだけ話しますけれども、まず、基本的な考え方ですね。私たちの既存の民間公益団体の多様性を取り入れてほしい と、これはですね、下のポツの2つ目の一番下のところですね、革新性とかソーシャルイノベーションというふうに書いてあるんですが、やはりこれっていうのは、ごく一部なわけですね。多様性という面では、問題があるんじゃないのという話です。後で詳しくお話をしたいと思います。でもう一つが民間公益活動による成果の捉え方に多面性を持たせる。これも、社会的インパクト評価という評価の話が随分出てくるんですけれども、その評価の捉え方というのが非常に単一的ではないだろうかという指摘をしようとしていました。でこれは後で詳しく話をしたいと思います。で、次の3つ目なんですが、これは、参加とそれによる意識と行動変革という視点を加えてほしいということですね。これはそういう視点がなかったということで指摘しています。で、全体的にですね、社会課題の解決ということをプレイヤー側として書かれていてですね、で私たち現場の方の人間から見ると、例えば、社会課題の当事者の方たちが、その自分たちの問題を解決するために団体を作って、それを当事者として解決していくという参加のやり方がある。決してそれは、効率的だったりとか計画的なのが優れているということものばかりではないと思いますが、明らかにそれが今の社会のいろんな問題を解決してきてし、非常に重要な要素なんだけれども、そういう視点がないんじゃないかという視点ですね。まあ、これについては、まあ、ちょっと回答がなかったという形になります。で、例えばそういうふうなものから生まれてくるものもソーシャルイノベーションだろうし、重要な社会的インパクトなんじゃないかという指摘です。で、ちょっと次のページをまたご覧いただいて、で、この枠の中なんですけれども、基本方針には社会実験とかですね、社会における大きな変革、ソーシャルイノベーションとか飛躍的な向上とか社会的投資市場、革新的手法、より大きな社会的課題を創出というような、こういう言葉が非常に多用されているんですね。でこれについては、まあ、文章だけ読むと、まあ、規模が大きくて新規性に富んで新しい手法を開発している。で、まあ、そういう印象を、まあ、当然ですけど持つわけです。で一方で、別の表現も多少ありまして、次の下の、四角ですが、
公的制度のいわゆる狭間に位置するような取り組みであるとか、これまでの既存の制度で対象とされてこなかった人々が抱える課題とかですね、一番下でいうと優先的に解決するべき社会の諸課題及びその解決策や地域や分野における対応であることを十分配慮するとか、まあ、上の、異性のいいのとはだいぶ違う、まあ、地道なことが書いてあると。でここでの、私たちの指摘というのはですね、いろいろボリューム的には前者が非常に多いんだけど下の方も大切だと書いてると。ただもしそうであればやはり下のところもちゃんとやるんだということをなんとなく細かく小さく入れるんじゃなくて目的の一つとして入れてほしいという指摘をしています。で、そうですね、でその 文章で分かりやすくそれを強調してほしいということを書いたということですね。でその次なんですけれども、ソーシャルイノベーションと革新性の定義をというものについて、これは定義が書いてあるんですが非常に何て言いますか威勢のいい感じだったので、定義を変更してほしいということを言いました。でこれもですね、実は資料を全部読んでみると服部委員という審議会の委員の方がですね、その革新性についてこういうふうな問題であるべきだという資料を入れています。その資料の中には、ソーシャルイノベーションというのが3つに分かれると。で1つ目というのが下の方のアスタリスクのところですが、ですね、下から何行目かな、3つ目かな、社会のニーズを理解しサービス等を改善する持続的イノベーションというのが1つ目、2つ目が新たな成果や価値を創造するために制度の既存の制度を改める、まあ、制度的なイノベーションで、3つ目がパワーシフトなどによって最初から新たなシステムを作る、まあ、破壊的イノベーションと、こういう3つがあるというふうに書いてあって、で文章だけ審議会の文章を読むとですね、資料の文章を読むとですね、その3つ目の破壊的イノベーションというのに非常に強調しているように読めるわけです。ただ、他の資料を見ると、委員提出の資料を見るとそうではないと、一番、その3つ目の上の方にですね、そもそも実際今やっていて理解ニーズを理解した上でサービス今のやっていることを改善していくような非常になんていうかソフトなイノベーションというのもあるんじゃないかと、もうそれもイノベーションというだろうというふうに書いてあったと。私たちとしてはですね、明らかにこちらの方が実態に合っているし、例えば非常に何て言いますかね、ずっと長く頑張ってずっと活動を長く頑張っていらっしゃって、それをマイナーチェンジをしていきながらも非常に地道だけれども大切な団体みたいなものってやはりここに入るだろうし、革新的とかそういうちょっと言葉だけだと威勢がいい感じですが、それがやっぱりすごくなだらかな形で社会を革新させていくんだという考え方もあるだろうから、こういう視点を入れてほしいというふうに書いたわけです。ただ残念ながらそれも全然まあ反映されなかったということになります。で、その次のページをご覧になっていただくとですね、あ、ごめんなさい、ちょっと飛ばします。次のページの次のページですね。9ページですね。社会的インパクト評価について。やはりこれがですね、一つの大きな問題であろうと思っていると。まずですね、一番私の方で、まあ、個人的ですが問題だと思っているのは、社会的インパクト評価という言葉も出ているし、いろんなこともあるんですが、実際にどういうふうなものかと聞いたときに、誰も的確な答えができないということです。その社会的評価、社会的インパクト評価イニシアシブ等で議論されている途中で、まだ中身が、不完全なんですね。で不完全なものの上に、それを前提に制度を組み立てるということはどう考えてもおかしいんじゃないかというのが一つで、もう一つですね、その社会的インパクト、まだ議論の途中で不完全な社会的インパクト評価を説明するときに、ロジックモデルという言葉が非常に中心的に出てくる。で、そのロジックモデルというものについては問題じゃないかということで、あとでちょっとご説明しますが、まあ、ロジックモデル等って書いてあるんですけどね、でもどう考えても等って書いてあってロジックモデルの説明が長く書いてあれば、まあ、ロジックモデルを前提するんだろうなっていう理解をするしかないわけです。ですので、まあ、次のページをちょっとご覧になっていただいてですね、10ページの一番下のところですね、2の、民間公益活動を行う団体の評価というところで評価の実施主体という説明がありまして、下でこう下線で消してあるところですね、自己評価を基本とするという下にいろいろ書いてあると思うんですが、これは、実質的にはそのロジックモデルの説明が書いてあると。なのでこういうふうな長々と説明がしてあるんですが、いやロジックモデルっていうのは前提とそもそもしてないわけだから、一つの、ワンオブゼムとしてのロジックモデルであるんであれば、わざわざこれだけは長く書かないで、削除した方がいいんじゃないですかという指摘をここではしていると。
ということになります。まあつまり全体的に言うとこれについては未完成である社会的ただ評価のしかもごく一部のところを強調しすぎているのであんまりそれをやってしまっても何て言いますか私たちとしては、適切だと決して思えないということですね。でちょっと詳しい話をするとちょっと時間がなくなっちゃうのでこの辺にしておきますけれどもで、そういう形で私たちとしては、社会的インパクト評価というのは非常に大きな問題だと思っているということで少しまた飛ばしてですね、それに対して、パブコメを出したわけですけれどもそういう細かいことをかなり書いたでパブコメの回答というのがちょっと先の、資料4の3というところにあります。これもすごく字が細かいのでちょっと見えづらい方もいらっしゃるかと思いますがこれは先ほど内閣の方が非常に時間をかけて回答したというものの内容になります。で、ですね、ちょっとこれ時間小さすぎて皆さん、僕もちょっとよく見えないところがあるんですが、ちょっと見えないかもしれませんね。左側がご意見の概要で、右側がご意見に対する考え方ということになります。で、この2と3というのが今言ったような革新性であるとか、ソーシャルイノベーションというのがどうなんだろうかと私が今説明したものになります。でそれに対する考え方ということについてはいろいろずっと上の方に書いてあっていろんなことが記載してありますよってことで何々を記載しているってことが書いてあるとで最後にですね書いてあるのが下の4行かな、いずれにしても金融預金等にかかる資金の活用対象の事業には法に定められた基本理念や基本方針等を踏まえて指定活用団体や資金分配団体により公募を経て個別に決定されることになりますということでこの時点では、内容には踏み込まないと全て指定活用団体以下に、先延ばしという言い方はよくないですね、先送りするって感じかなということになります。でその次のページの、右からですねこの8についてもそういうソーシャルイノベーションとかハイリスクみたいなものが、どうなのかということを書いてあるんですがこれも実は読むとですね、基本方針を踏まえて、指定活用団体において決められるということでこれも先延ばしになっていると私たちとしてはですね、はっきりとあんまり書きすぎているところは少なくするべきだし、まだ決まってないところについてはある程度やっぱり決めてほしいと。で、この段階である程度決めるべきものは決めないと、後で非常に誤解を読んでしまうということで書いたんですが、結構大きなポイントが先延ばしになってしまっているということになります。で、14番ももう一個だけ言います。14番もそうなんですね。これについては先ほど言った非常に社会的な大きな変革を目指すというものと着実に活動しているそれとやはりもう一つは草の根で、当事者であるとかそういう暮らしを支えている活動というのがやっぱりソーシャルセクターにはあるしそういうふうなことがうっすら読み取れるにも書いてあるからもしそうであるならばそうだと書いてほしいと逆にそうじゃないならそうじゃないって書けばいいって話でもあるんですがこれについてもですね、いずれにしてもって書いてあって、今後、検討していきますというふうに書いてあるという形で私たちとしては非常にやっぱり、非常に大きなポイント、この制度がどういうふうになっていくのかという大きなポイントについてはうっすら書くんではなくてこういうふうに使うとこういうふうな方向性であるというふうに書くべきだと書いてあるんですが、余計なことがいっぱい書いてあるにはそれについては全部先延ばしになってしまっているということですね。でこれについてやはり、何が問題かというとですねその指定活用団体というのは基本的にまだ存在しないわけですね。これ今公募してますが今既存の団体ではなくてこれから、作る団体これから作る団体にどうなのが来るかにも分からないのにどんどん先延ばしをしていいんだろうかということです。やはりある程度、行政の方の責任として、やはりこうある程度の縛りというかなこういうふうなもののためにこれをやるんだということを書いてもらわないとどっかなくてしょうがないよと言いますか、そういう指摘ですね。で、こういう形でですね細かい話についてはちょっとぜひ、ホームページその他で見て中身について見ていただきたいんですけれども私たちはやはり、そういう器具を持っているということになります。でその上にですね、指摘さんのところはこれは実はあまり話さないつもりなんですが、指定活用団体の、募集要項ですねこれは、上城の方に資料はつけていますがちょっとここでは、あまり説明はしないつもりです。やはり全体的にここに至るまでがですね、決定プロセスがやはり社会通念上、ちょっと不適切なんではないかともうちょっとちゃんと、議論する
もしくはちゃんと、フェアな形で社会的公正のもとでやるべきなんじゃないかというふうに思っているというのが一つと、その上で、細かいことについてはパブコメでいろんな指摘をしたように非常に問題点が多いから、それについて検討してほしいということを、まあ、完全無視されているというのもあってですね、内容的にちょっとひどいんじゃないかというふうに思っているということを前提にこれが書かれていて、しかも今実際こう募集されていると。でこれが、10月には締め切って年内に団体が決まるというプロセ、流れに乗ってしまっている。もっともこれについてですね、私たち何人この、登壇している私だけではなくてメンバーの中で話してもですね、いろんな意見はあるわけです。やはりこれはちょっとひどすぎるからもう一回ちゃんと話そうよっていう方もいれば、もうそもそも募集しちゃっている。でもこの段階でやる、まあ、ベタ、まあ、ベタっていうのがベタかどうか分かりませんけど、少しその方の議論しなきゃダメだよっていう方もいるし、人によって随分意見は違うんですが、少なくとも、今日のこのフォーラムの目的なんですけれども、私たちが、問題だと思っていることを皆さんにお話しさせていただいて、この情報を共有したい。で情報を共有した上で何がも、こういう問題が今社会に起こっているということを分かっていただきたいし、その上ではおそらく皆さん、私も含めて皆さん全員で、じゃあソーシャルセクターに関わるものとしてどういうふうな立場でどういうふうなことを発言していくのか、何をしていくのかということを、まあ、今からじゃ少し遅いという話もありますが、議論していくべきだというふうに思ってこのフォーラムを今開いたということになります。ですので、ちょっとこの指定活動などの中身については、後で、ご覧になっていただくということになります。ただですね、ここで、指摘をしておかなくちゃいけないのは、やはりここまで行っちゃったのは一体どういうことなんだろうかということです。私はやはり時期的には内閣府の責任が非常に大きいと思いますし、それ と、その委員会をリードした、委員会をリードした会長の責任が多いと思います。やはりしかしですね、やはり委員会は、国民の代表としてはそこに入り、まあ、700億円ともいわれるお金をソーシャルセクターに使おうとしている。その中での委員会の責任は非常に大きいということと、まだ委員会も存在していますし、その上でこれからこのお金をどうするかという話をしていこうとしている。ですので、まあ、今日第2部の方では、委員会の方にも来ていただいてますけれども、どういうふうな形で私たちは考えるべきなのかということを、委員会の責任は問わず、委員の責任は全員に問わざるを得ないと、社会的責任をですね、それを前提にちょっと皆さんと議論していきたい。ただその時に、時間がもうあまりない中で、生産的な議論というのは一体どういうふうなものなんだろうか、難しいですけれども、まあ、それも考えていかなくちゃいけないというふうに思っています。で最後にですね、時間がもう5分切ってしまったので、まとめをしていきたいんですが、ちょっとまとめはちょっとこれは、ペーパーには入っていないんで、ちょっと私たちの意見ですね、まあ、どういうふうに思ってるかというと、今このままのプロセスのこの状態で金融預金が実行されるということは非常に社会的に悪い影響を与えると思っているということです。まずその理由の一つは、そのプロセスの問題ですね。内閣の方がおっしゃっていましたが、法律的に瑕疵はないと言っているかもしれないけれども、もともとこの意見というのはオールジャパンとか透明性とか国民的議論とか、そういうことを前提に、お金の最初の金融預金という性質も含めてやっていたはずなのに、最後の最後の段階になって、いや実はパブリックコメントは一切聞く必要はないとかですね、審議会の、意見は聞くけれども決めるのは国が決めるとかですね、そういうふうなスタイルでこういうものを進めていくということは、やはり私は不公正、社会的な不公正だと思うし、それを、不公正じゃないという形でスルーするべきではないと思っているということです。で特にですね、これを強調しなくちゃいけないのは、いわゆるソーシャルセクターにいるからこそだと思うんですね。やはり総括性セクターにいる人間というのは、こういうふうなものに対して社会的にどうなのかということを、他のセクターよりも、まあ誰でもそうですけれども、でもやはり自らに関わるものとして他のセクターよりも強く言うべきだと思います。でそれを、言わないというのは、自らのやっぱり存在意義みたいなものをなんか失うというかな、そういうふうなものじゃないかと思っているという、まあ、結構根源的な話ですね。これが一つ目で、もう一つはこのまま不完全な状態でこの話が仮に進んでしまった場合、まだ存在しない、まあ、指定活用団体に丸投げされたことのお金というのは、成果と革新というものと、それに対して社会的インパクト評価でロジックモデルというもので、そしてあと伴走支援、触れませんでしたが伴走支援ということも入っています。そういう流れでダーッとお金がですね、700億円のお金が流れてしまったときに、一体日本のソーシャルセクター、まあ、特に弱い立場にいる方たちに一体何が起きるんだろうかということです。
あまり社会的実験とかっておっしゃってますけれども、実験するにはあまりにも金額が大きすぎるし、特にそういう社会で問題が今あると、そういう形のために使うんだって言っておきながら、その方たちにマイナスになるような可能性があることっていうのは絶対避けなしちゃいけないというふうに思っています。でですね、まあ、ここら辺の細かい話については第2部の方で実際プレイヤーとしてやってらっしゃる方たちから、イメージも含めて、お話しいただければと思いますが、こういう、マイナスの影響で、それがおそらく、まあ、これも私の意見ですけれども、例えばですね、なんだろうな、デリケートな非常に問題があり、その問題というのは例えば当事者がやっていて、その外から見ていると非常に非合理的かもしれない、だけど非合理的かもしれないけれども、それは一つだけ見ると非合理的なんだけれども、中心的なメインのものがあり、だけど非合理的なものが周辺にいっぱいあると、それは 10% くらいかもしれないですけど、そういうのがいっぱいあるから社会とかは成り立っていて、ソーシャルセクターとかセーフティネットっていうのは社会はそれで初めてこう機能していくと思っていると。なのでその周辺の非常にデリケートなところを軽視したまま、こういうふうな巨額のお金を事件という形でこのセクターに突っ込むということは非常に間違ってるんじゃないかと思うということで、そういう意味でそう、セーフティネットの破壊っていうふうにちょっと挑発的に書いてもしましたが、そういうふうに考えているということになります。はい、すみません、ちょっと、ね、説明が長くなりましたが以上になります。奥田さん、ありがとうございました。それでは10分になりますけれども、ここで質疑をしたいなと思います。第2部のところでですね、現場の方からとか、今日審議員の方も来ていただいているので、感想とかコメントというのは後半にしていただいて、ここの時間は事実の確認、この資料のここはこういうふうになっているけど、これはどういうふうに今議論されているんですかとか、これは事実としてこうなんですかみたいな形で、できれば事実の確認として後半に行く前にですね、確認しておいた方がいいなということについてご質問いただければなというふうに思うんですけれども、大変恐縮ですが挙手いただいてご発言いただければと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ではマイクが参りますのでお願いします。何枚とか何飲んでますか。もし問題なければお願いします。山梨の田辺ですけども、先ほどのご指摘の中で社会的評価 インパクトのここの中での組み込みとか活用とかが問題みたいな発言指摘がされてるんですけども、それはそのものが社会的インパクト評価そのものがまずいという視点なのか、それを今の段階でこの仕組みの中に組み込むことが問題という指摘なのか、ちょっとはっきりしていただきたい。はい、それについては後者です。社会的インパクト評価とかロジックモデルっていうのが悪いか悪くないかといえば、あれは手法ですし、私は個人的にはすごく向いている分野もあるし、うまく使えば使えるものもあると思います。ただそれは全体を代表しないということですね。時々、皆さん大げさに言う方がいらっしゃるんだけれども、まるで小さな、そういう私から言わせれば小さな、社会的インパクト評価とかロジックモデルというものがまるでセクター全体を代表するような言い方で、その評価がかなりもう 100% じゃなくても 90% ぐらいいけるんだよみたいな言い方、それが間違っていると思います。ただそれは、ものによっては 10% 20% あれば非常に適切だと思う。そういう言い方をしてくれれば私は全然否定はしません。他にもいかがでしょうか。特になければ後半のフロア質疑のところに時間をたくさん取れればとも思いますので、これで第2部の方に移っても良いですか。はい、では奥田さん、長時間ありがとうございました。すいません、時間がもったいないのでこのままですね、休憩なしで今回はぶっ通していかせていただければと思っているんですけれども、それではご登壇いただければと思います。第2部、休眠預金スタート後、日本のソーシャルセクターをよりよく発展させるためにということで、今回はご登壇、皆様のところにもお名前書いていただいたいております森山様と、横田様、萩原さん、お母さんで、進行の方は実用さんにお任せできればというふうに思っております。
はい、じゃあここから第2部で、皆さんまだ今から1時間半、今まで1時間で今から1時間半ぶっ通してなので、ちょっと深呼吸してください。よかったら立ってもらってもいいし、深呼吸してもらって、ではい、ありがとうございます。で、寝ないでくださいね。はい、で第1部、奥田さんが極めて手際よく説明してもらって、まあ、こうか不幸か質問がそんなに出なかったので、ちょっと前倒しになってます。で、第2部始めるにあたって、ちょっと皆さんすいません、お手元に確か、名簿が公開してもいいよという方の名簿が配られていると思いますが、ちょっとすいません、皆さんのご所属を聞かせてください。まずは自分は NPO、 その中でも特にこう現場の直接支援の NPO の人だという方、どれぐらいありますか？まあ、NPO でも、あるいは他の法人格でもいいです。現場で何か社会的な活動とか支援をされている方です、はい、じゃあその次が、まあ、間接支援とか中間支援、そういう現場の活動を間接的に支援する、そういう立場だという方、どれぐらいいらっしゃいますか？おー、遠いですね。お、過半数ですね。あ、そういう方が、はい、かなり、もう3分の2ぐらいかな、はい、じゃあ3つ目、さっきの休眠預金の仕組みでいくと、今のは現場の団体、それから、まあ、中間支援とか、場合によっては今の手を挙げていただいた方の中には資金分配団体にもしかしたら手を挙げるかもとか、なるかもしれないという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。それは別に今聞きません、はい、じゃあ手を挙げてなるつもりやという方います？誰も手を挙げない。それはまだ言わないよって、はい、じゃあ3つ目のカテゴリー今のですね、じゃあ指定活用団体に手を挙げようかなと思っている立場の方います？あ、いた。あ、お一人いた。川北さんが、はい。ああ、なるほど。いや、誰もこれは手を挙げんだろうと思って受けを狙うつもりでやったんですが、はい、お一人ありがとうございます。はい、で、今のがまあちょっと休眠預金の分け方で、NPO あるいは非営利セクターの人たちでお聞きしましたけど、じゃあこの中で行政の立場の方、あるいは行政に準ずるぐらいの立場の方はいらっしゃらないですか？はい、じゃあ、まあ、自分は企業だな、営利セクターだなという方、どれぐらいいらっしゃいます？お一人、あちらにお一人のみ、はい、じゃあ専門家、何々師とか、まあ、これは支援する立場かもしれません。だから2番目に手を挙げていただいた方と重なってもいいです。専門家の方、何人かパラパラと、あ、はい、ありがとうございます。研究者の方、前の私も含めて、パラパラと、はい、メディアの方、マスコミの方、はい、それ以外、今の分類には俺は当てはまらん、私は当てはまりませんという方、お一人、はい、はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、まあ、NPO 的な立場の方が比較的多くて、その中でも特に間接支援で、その中にはもしかしたら資金分配になるかも、まあ、それは分かりませんけど、がかなり圧倒的に多いという、まあ、そういう今日の客層、皆さん参加者でした、はい、あ、お水が届きました、ありがとうございますで、今日のこの場ですけど、まあ、前半第一部で奥田さんが全体の説明していただいて、問題点、論点、大きくはそのプロセスがあれでよかったのか、今のこの進み方でいいのかという話と、で、中身そのもの、これは、基本方針というのが3月に作られた、その中身が今のこのままでいっていいのか、それは基本方針の中身もだし、それをもとに今選ばれるも公募が始まっている、指定活用団体がどう選ばれるか、そのあたりが今のままでいいのかって、まあ、大きくプロセスと中身の2つに分かれると思います。で、今から、まあ、1時間半近くそのことを、まあ、前のこの登壇いただいた4人と、まあ、私が進行役をしてやっていきますが、今日別に結論とか落としどころとかないです、はい、で、第1部で奥田さんがそのこのプロセスのこのこれはあまりに不公正なのではないか、これでいいのか、じゃあそれもうゼロからやり直せと言うべきなのか、でもそれは現実的に今から、止まるもんでもなかろう、であれば今のもう事業者の選定、
指定活用団体の公募が始まってますから、まあ、それに向けてどう改善できるのか、少なくとも最悪の状況にはならないようにどういうアクションをしていけばいいのかっていう、まあ、大きくこの2つの次元でどういうところに落とすのかというのは別に我々主催者結論はありません。前半で奥田さんも言ったように、まずはいろんな問題点、こういうところ問題ですよねと、まあ、とりあえず我々が思っていること、それから今から皆さんからも出してもらうことで、皆さんフロアの皆さんからも出していただくことで社会的にそのことを共有したい、ディスカッションしたいというのがあります。で、じゃあ今まあ大きくプロセスと中身、それからそもそもじゃあプロセスがもう良くないやめろというのか改善でいくのか、まあ、そこについてもぜひ会場の皆さんと一緒に今日は考えられたらなと思っております。はい、今からじゃあディスカッション今から、そうですね、今から50分ぐらい前のこの4名プラス1で、パネルディスカッションをします。で、その後30分ないし40分弱フロアの皆さんといろんなやり取りできたらなと思っています。申し遅れました。私、市民活動センター神戸の実吉と申します。なんで私がここに立っているかというと、まあ、地方の一支援センター、中間支援として、こういう休眠預金という大きな制度がどう全国に地方ローカルにも影響していくんだろうと、来るんだろうということが、まあ、非常に気になっていて、まあ、去年の1月2月ぐらい、まあ、その、おととしの年末に法律が通って、でそこからいろいろ審議会が春にできるんですけど、まあ、2月3月からいろんな動きが始まって、まあ、そのあたりから関心持って関わらないとなと思ってきました。もう一つ、私の今日の所属は市民活動センター神戸しか書いてないんですが、もう一つ兵庫コミュニティ財団という地域の財団を運営もしてまして、でこれはもしかしたら資金分配団体に手を挙げるのか、あるいは挙げてよと地域から期待されるのか、まあ、そういう立場でもあります。でそういう立場で別にこれは決してお金が欲しいからこういう1年半やってきたわけではなくて、今のこの制度が本当にこれでいいんだろうか、仮にうちが資金分配団体に手を挙げないとしても地域にプラスの方が大きければいいけど大きなマイナスがある可能性があるんじゃないか、まあ、そういうことを心配しながらこの間動いてまいりました。ということでこの、2ページ目の、当日プログラムの下の方に実行委員会という構成団体ありますが、まあ、ほぼこれと重なる人々が、休眠預金のタスクチームというのを日本 NPO センターの人たち事務局と中心にこの1年余りやってまいりまして、まあ、そこで動いてきたので今日ここで進行役を任されているということになります。はい、ではちょっと軽く4方の方に自己紹介、なんでここに座っているのか、ということを、ちょっと一言ずつお名前と所属と、なぜということを、じゃあ小川さんからお願いいたします。ちょっとここから私もかけさせていただきます。こんばんは。子どもの貧困対策センターアスノバの代表しております小川と申します。休眠預金の、活用審議会の専門委員の一人ということで、ございます。今日よろしくお願いいたします。はい、立教大学社会学部、同じく大学院21世紀社会デザイン研究科、それから7月3日から日本 NPO センターの代表理事を務めます萩原です。審議会のメンバーの一人として今日こちらに登壇させていただいてます。よろしくお願いいたします。NPO 法人スリーキーズの森山と申します。今日はですね、ぜひ NPO 側の視点として話してもらえないかということで、もし私自身もですね、このプロセスとか評価制度大枠自体は賛成なんですけれども、この細かいそういったプロセスであったりとか評価制度が想像力とか非常にデリケートな部分を繊細に行っていかないと、まあ、構造自体大きく変えてしまうのではないかという、まあ、懸念危機感みたいなものはありまして、もし、まあ、私のそういったものが何かお役に立てるのであればということで今日は参加させていただいております。皆様と一緒に考えていけたらと思っております。
で現場はですね、もともとは児童養護施設や母子生活支援施設といった、まあ、虐待や孤立など、で、まあ、保護された子どもたちを支援したところからスタートしまして、まあ、最近はちょっと施設に入れない子どもたちの方が多くなってきている中で、施設内外問わず、頼れる大人がいないような子どもたちを中心に支援している NPO です。よろしくお願いいたします。茨城 NPO センターコモンズの代表をしている横田と言います。まあ、地域のいろんな中間支援として、まあ、20年ぐらいやりながら、まあ、寄付の文化を作りたいとか社会的な包摂とか、まあ、そういうことを、まあ、手探りでやってきた立場で皆さんと一緒に考えたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではですね、まあ、さっき今日の論点大きく言うとプロセスと中身と申しました。で、まあ、特に今日4人4方の最初のお二人は、専門委員と専門委員ですね。で、さあ委員と萩原委員と小川専門委員と、はい、委員が確か10人でしたよね。10人ぐらい、確か10人いる。で、専門委員が9人から1人抜けて8人減ったんですかね。1人減りました。3月という立場で、今日我々主催者としては、まあ、いろんな問題がこの制度の中にはあるよね。で、その中の、まあ、一つがプロセスだと。で、さっき、まあ、パブコメのことであるとか、まあ、それ以外にもいろいろあるんですが、この間のいろんな計画の作られ方やにはいろんな問題点がある。で、それでこの2人今日来てくれというのは、まあ、悪くすると吊るし上げなわけですね。で、非常に覚悟してこられてます。はい、で、前半で、まあ、奥田さんがプロセス面の問題をいくつか指摘しました。まあ、パブコメのことがあり、あるいは、まあ、そもそもその、まあ、内閣府の、意見立場としては、いや法律には違反してないと。まあ、それは当然ですよね。国の国家公務員が法律に違反するわけないので、法律はちゃんと守ってやってますと。先ほど審議会の議事録、3月ですね、3月の審議会が8分で終わってしまって、でその次の5月の審議会、これが一番最新直近の審議会で、これは60分ぐらい、最初35分の予定が、まあ、1時間前後、うん、で、まあ、そこで の各委員や事務局や会長の発言というのを先にまだ紹介してもらったと思いますが、どうでしょうか。そうです。まずは委員である萩原さんの方からちょっとお願いします。はい、私はこの審議会にはですね、もう打診があった時に、研究者として有識者のメンバーとしてですか、あるいは NPO センターというか、そこの当時は副代表でしたので、そういう立場でしょうかと、有識者の一人として加わっていただきたいということで入りました。で、まあ、そうは言っても日本 NPO センターの副代表という肩書きございますので、それが NPO の立場、それから、まあ、審議会の委員としては他の審議会にもいろいろ出ておりますので、まあ、そのプロセスも含めて、まあ、しっかり意見を言っていこうというような役で入りました。で、そもそもからいきますとですね、まず審議会の時間が非常に短く設定されてました。初めから1時間ですね。ですからすぐに会長、まあ、小宮山さんとは別のところでもご一緒させていただいてたんで、この1時間というのでは何も審議はできないということを申し上げました。で、ここにちょっと小道具を用意してもらったんですが、私たちいつもこの砂時計に管理をされておりました。もう発言入ってやると砂時計が後ろから事務局の方からパッと置かれてですね、3分以内にお願いしますっていうことですね。で、まあ、当然その審議会いろんなとこ行っても大体3分ぐらいしかしゃべれないんですけど、この大事なものを審議するのに1人3分、しかも今10人19人ですね。そうすると1時間では無理なんです。ですからせめて通常の審議会のように2時間いただきたいと、もしくは3時間ですね。そういうふうなことを申し上げました。で、もう一つ言ったのは、ここに1人こう審議会ってとにかく早いもん勝ちなんで、また押さなきゃいけないので、あるいは名札を立てなきゃいけないんで、
そうではなくてワークショップ、つまりワークショップ的に一つ一つの問題に対してきっちりと深められるようなやり方をしていただきたいという要望も最初にしました。でもそれは蹴られました蹴られました。でもう一つ言ったのは、審議委員会のメンバーと専門委員のメンバーが一緒のテーブルでいるということにとても違和感を感じたんです。でつまり審議会のメンバーというのはしっかりその法律のっとって、これ議員立法ですから審議していくんだけど、専門委員の方たちにはそのそれぞれの問題に対して専門家の立場から、あるいは専門のそういう活動をされている立場から、これについてどうなのかということをしっかりと、それこそワーキングの中で話をしていただくというイメージで行ったので、えっていうような思いがものすごく強くて、でそれを先ほども名前が出ているので岡本さんにお話ししました。これどういうことなんだと。そうしましたら、いや財務省の審議会とかこういうところは全部一緒にやってますって、それで蹴られるわけですね。でだからもう最初からものすごく違和感満載でスタートいたしました。でただ時間だけはその後確か2時間にしていただけたと思います。そしてワークショップに関してはこの、奥田さんがご用意していただきました資料2の1にこれまでの動きというのがあるんですが、ここに書いてないものがあって、8月にワークショップやっていただきました。で先ほどからで論点になっています、まずその3つ そのあれですよね、貧困とかそういうの、これに対してこの3つなのかということをワークの中でその参加した人たちの中で結構話をしました。それからイノベーションですね、革新性って何だった、これは審議会が始まった時からかなり革新性については議論があって、今日来られてませんけども、宮本先生とか私なんかはやっぱり先ほどソフトなイノベーションということがありましたけども、小川さんもそうですけども、そちらの方が非常に重要だろうと。でつまりアウトカム、成果が現れるもの、それだけがなんかどうも強調されていくような問題な点をもうその当時から感じていたので、ワークショップでもそのイノベーションということについてやっぱりもっと考えていくべきではないかということを話しました。それ8月の確か20日ぐらいだったと思います。ちょっと今記憶にないですけど、その時に1回やりました。でその時に、まあ、会長さんも、あそうだな、いろんな考え方があるなとかいうふうに言ってくださったんですね。やっと分かってくれたかしらって思ったんですけれども、で、まあ、その後、まあ、また粛々と会員がどん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 とにかく日程来るんですけども、もう一つ不思議だったのが、日程を公開してはいけないということだったんです。公開決まるまでは公開しないでくださいって、これも非常に不思議でした。こんな、ね、市民化するか NPO、 つまり私たちに一番関係のある審議会で、なぜ審議会の日を公開しないのか、つまりこの日決定しましたということをまだ言わないでくださいっていうふうなことが来る。でこれも私にとってはもうクエスチョンマークがいっぱい出てしまいます。でやっぱりみんなで話し合いをしながら作っていくものであるのに関して、やっぱりそういった意味でのプロセスが非常に問題があったのではないかというふうに思います。でそれに対して、まあ、ちょこちょこ言ってたりとか、それから先ほどご紹介いただいた議事録を読んでいただくと、それなりには言ってきたつもりですけども、結果としてですね、何の力も及ばすことができなかったということに対しては、自分の非力というか審議員としての責任は非常に感じております。ですからパブリックコメントの後についてはやめろというふうな意見もいくつも言われました。でそのパブリックコメントに関しては、本当に本来であればきちっと私たちが手元に持って、そして先ほどの、内閣府の方がお書きになったものを読んで、これはおかしいとか、この言い方はおかしい、これはこうあるべきだということを審議のメンバーがしっかり言って、そしてそれをまた赤字で反映してもう一回パブコメに出すというのが当たり前の話だと思ってましたので、それを言ったものが先ほどの最後の審議会のコメントになります。ですので私たちは読んでません。それから8分審議会の時は大変申し訳ないんですけども、日本 NPO センターの理事会と重なったものですから、私は出席しておりません。で出席できなかったので、前の日にたまたま内閣府で別の会議があったので行きました。預金のところに、担当者のところに。で明日10分ということになってるけど、これは審議はしないということでしょうねって。その審議をしないということは、つまりきちっとパブリックコメントを審議員が、専門員が
こう見て何かを意見するっていう時間は取れてないわけですから、そこで決定はしないですよねっていう、つまり決定されたらそれ確認決定になっちゃうので、そこを確認しに行ったんです。でもノーアンサーですね言えないですよね、おそらくその担当者の方も、いやそれにお答えできません、それにお答えできません、明日ご出席いただくしかありません、でも私は出席できないんですっていうふうなあの流れの中で、翌日の10分が8分になったっていうのを来て衝撃で、そしてしかも3月30日に、閣議決定というかね、そういうふうになってしまって、まあ、これひっくり返すのがもう非常に難しい状況になっているというふうなことが、まあ、プロセスについてお話、最初にお話をさせていただきます。はい、ありがとうございました。ちょっと小川さんの前に今のお話で委員と専門委員10名の委員、確か10名だったのと9名の専門委員を一緒に議論するっていうのが違和感あった、これ私もちょっとええと思っていて、まあ言えば審議会というのはこの基本方針を審議したり全体の制度設計をする、まあ、いわばルールメーカーなわけですよね。で今度指定活用団体を選ぶのも、まあ、最終的には内閣府が選ぶ、ただ確か今日の資料の一番最後が公募要領なんですね、指定活用団体の公募要領資料5というやつです。2個1でちょっとすいませんちっちゃいんですが、それの、下の方についているページ番号11ページの5チックで5申請書類の云々というところで、括弧1審査方法で1行目の終わりから2行目にかけて審議会における面接により行いますので、皆さんが応募された指定活用団体候補を面接するって書いてある。でまあまあいいんです、少なくとも、まあ、選考に関与するのは関与すると思われるんですね。何が言いたいかというと、要するにレフェリーとかジャッジの役割でもある、誰が指定活用団体としてふさわしいのかなという評価をする立場でもある。で3つ目がそのまさに指定活用団体あるいは資金分配団体に手を挙げるような人がもしかしたら専門委員の中にはいるかもしれないですよね。というのは要するにプレイヤーで、まあ、現場の団体最終的なお金を使う現場の団体もプレイヤーですけど、よりこうハブになる責任の重い資金分配団体とか、もっと言うとたった一個の指定活用団体に今の委員の中からさ手を挙げる人が出るのかどうかは分かりませんけれども、まあ、要するにルールメーカーとレフェリーとプレイヤーが同じ場で議論するというのは、それ本当それいいんですかね。ですね、お辞めになった方は多分手を挙げるためにお辞めになったんだと思います。ですからそれに対して、最後の審議会の時の最後というかまだ最後じゃないんですけど、5月の審議会の時に他の審議員から異論が出されました。その手を挙げる人がもうお辞めにはなったんだけども、そのプロセスに関わってたわけですから、そのルールを決めるところにそれは問題ではないかという発言はありましたが、それは問題ではないって確かアンサーが内閣の方から出たような気がします。それが5月の審議会ですよね。そうです。何人かの方がそれでいいのという意見を出された。この辺は全部議事録もそれから動画もネットで見れますので、よかったらまあ後で確かめていただいたら。で確かあと最後の審議会はお二人ともいらっしゃって、小川さんもその手を挙げるということについてはそれでいいのかという側だったと思うので、ちょっとご意見あれば。今私が実はその後ですね、そういう今のプロセスをちゃんとオーソライズするために内閣の方から、来たんですよね。書いてください、ご意見賛成かどうかみたいなところがあったので、私は反対というふうにはっきりと書いてですね、というのはさっき言ったようにまずそのレフェリーであるとかっていうのもあるんですけど、その前にルールを作った人なので、これはルール作りに関与した人が少なくとも指定活用団体に関わるっていうのはやっぱりこれどうかというふうにはもう私は思います。あるいはそれ分配団体も含めてですね、
どうなのかっていうのは、まあ、私もそもそも受けるときからもうそういう立場ではないと、もうそれ受ける以上はそういうことはしちゃいけないっていうふうには自分は、まあ、思ってこれ受けさせていただいたようなところがあります、まあ、しかしながらですね、もちろん委員の方にはいろんな思いだとかあるいはそういうことも考える方もいるので、まあ、私の方で申し上げたのは、まあ、私はそういうふうな意見ですけども、他にも違う意見の方もあるので、やっぱこれこんな紙で集めるということじゃなくて、ちゃんとこれは審議会の中で議論して決めるべきだという、まあ、意見を出して、今もホームページに3人だけ反対したんですけども、私を含めてそれ出てますので、まあ、見ていただければ分かるんですけど、まあ、そういう経緯があったということもあります。今の、まあ、これもホームページに紙が出ています。で、まあ、まあ言えば多勢に無勢で反対されたけどもそうなっちゃった。で、一番最後の審議会で私も動画を見ると、ある委員、専門委員の方が委員になったら手を挙げちゃいかんというのだったら最初からそう言っといてくれと。そう言わないで委員になったんだから、そんな今からダメだっていうのは後出しじゃんけんだという議論で、なんか流れが決まったのかなと私は感じたんですが。そうですね、関係者を排除する方向になるのかってことになると、ここにいる人たちはみんな辞めなきゃいけないんじゃないかっていうふうな発言も確かあったように見えます。つまり NPO に関係していない人が誰がいますかみたいな感じになったと思うんですよね。だからそうするとそういうことになっちゃうと全員が辞めなきゃいけないみたいな話になっちゃうし、今までのルール作ってきたことがまさにそこでのプロセスが問題になってしまうということで、私もまあ、そういう状況を見ると反対とは書けなかったってところありますね。はい、まあ、もうそろそろプロセスの話を終わろうと思いますけど、現場の声、その、まあ、プレイヤー、現実に支援活動とか公共的な活動をやってる人がこういう計画作りに意見を言わないといいものはできないと。要するに、まあ、委員というのは中立的な立場の人ばっかりなので、なので現場の声を入れるためにっていうのが、多分専門委員に現場のプレイヤーたちを並べた、まあ、小川さんもそうです。多分それはそうで、それは理由があると思うんですね。ただ、さっきこれは萩原さんおっしゃった、審議する正式の委員と専門委員って権限が違う。実情を言ってもらうとか、意見を出して、リアリティを伝えてもらう。でも責任を持って決めるのはやっぱり公平中立な立場が決めないと、まあ、まさにルールメーカーとプレイヤーが一緒になっちゃうという話になりかねないわけですよね。で、ただもうそういうプロセスで来てしまった。でこれはちょっと私すごく言いにくいんですが、最後にというか、やっぱりこうなっちゃったことに委員や専門委員としては僕は正直責任やっぱり大きいと思うんです。でこれからも審議会続くし、で欠席する出席できない審議会の前に事務局に意見言いましたとか反対と言いましたとは言っても、今でもまあ席はあるわけだし、で奥田さんが先ほどから説明してきたこのプロセスというのが未だに続いていて、ということでこれから どうしますか。それはちょっと正直お二人のもう一言はい、本当に今お話、奥田さんのお話もそうですし、木添さんの話もそうですし、まあそれだけじゃなくて、特にあれですよね、パブコメが全く無視されてしまったということで、かなりたくさんの方から私も直接ご意見をいただいたりとかご批判いただいたりということを受け止めさせていただいて、まあ、今日改めてですね、本当に今日のお話を聞きながらも専門委員の一人としても大きな責任があるということを、まあ、痛感しておりますし、まだ本当にそれは申し訳ありませんとお詫びを申し上げなければならないというふうに心から思っています。で、まあ、そういう中でですね、ただ今日それでも私ここにぜひ来させていただいたのは、ちょっと私自身もどういう関わりでここにいるかをお話しさせていただきたいんですけども、私そもそも足長育英会という団体にずっと学生、卒業生からおりまして、私も当事者だったんですが、足長育英会2016年度の、決算を見るとですね、収入が67億あって支出が50億というような、さっきの団体がありましたけども、日本財団に次ぐような大きな、まあ、女性はしてませんけど、そういう団体にずっとおりました。で今回まさにここでお話しされているように、私がなぜその足長育英会を、まあ、退職してこの明日の場という団体を作ったかというと、本当にそういう子どもの貧困対策法という法律を作るプロセスの中にも私も関わらさせていただいて、今日本当に先ほど奥田さんがお話しされたみたいに、本当に手弁当で子どもたちのことをほっとけない、
そういう思いでやってらっしゃる方がものすごくたくさんいらっしゃる。でこういう方々をちゃんと事業を継続していかなきゃいけない。もちろんこれ法律できただけではダメなので、子どもの貧困をなくすというビジョンのために、動かなきゃいけないというふうに思ってたんですが、そういう話の中で休眠預金の審議会の、専門委員をやってくれと、子どもの貧困というか子ども支援の分野で、専門委員をやってくれと。その時私が思ったのは、そういう人にこそまさにこれ寄付を集めるのは、なかなかさっき言ったように足長のような団体ってのはやっぱり寄付を集めやすいんですよね。でそうじゃないと、本当になかなかそれこそ成果が見えにくい、すぐそれこそさっきのロジックモデルじゃないんですけど、もう今まで生活保護だった子で高校行けなかった子が高校行けましたみたいな、これは審議会でも言ったんですけど、そんなところではない、あるいはそこの中ではこう最初から選別するっていう話が出てきたりとか、いろんなこともやっぱり知ってるわけですよね。本当にそんな簡単な数字とかで表せないという成果とかが見えない中で工夫されてる、先ほど言ったようにそういうところには寄付も集まらない。だからこそこの休眠預金のお金を活用してほしいということを、最初受けるときにもそういうことをお話してですね、そういう方々にお金が流れるということのために私は尽力したいという思いの中で専門委員を引き受けたという経緯があります。なので今非常に危機感、まさに同じような危機感を持っていてですね、結論から言うと、そういう人たちが排除されないと、休眠預金の中から本当にそういう今のロジックモデルだとかソーシャルインパクトだとかそういったようなものでは測れない、そういう人たちにもちゃんとお金が流る、むしろできる限りそちらの方の人たちにお金がちゃんとしっかり受け取っていただけるような仕組みを、これからもうかなりのところに来てしまったんですけど、でも今のまだ遅くはないと思っているので、そういう役割があると思ってさせていただいているところでもあります。はい、ありがとうございました。萩原さん、一言、短い一言だけ。一言、二言でもいいです。私自身も今日来てくださってますけど、トヨタ財団のアソシエイトプログラムオフィサーというのを1990年から97年までやっていて、いろんなところに助成をしていました。でそれの成果ということを考えたときに、もう10年20年後にわあここまで来てるのかっていうところがたくさんあるわけですよね。だからこの休眠預金の中のその成果というところが、やっぱりすぐこうビジネス的に何かこうなりましたみたいなものがどうしても中心になっていってしまう。それは一つにはですね、審議会の中でもあったんですけれども、これ5年にこう見直しなんですね。その時何らかの成果が現れてないと、財務省でした、財務省に狙われてるというか、だからそういうその背景もあったりなんかするんですね。ですから当然これも全て成果が現れるものだけに出すって話ではもちろんなくって、でも何らかの形できちっと成果が現れるのをこうなってますよっていう説明責任というか、準公金なので、そこのあたりの、なんていうんですか、もやもやっとしたものは当然あるなっていうところで、審議をしている中でもこのイノベーションとか、それからアウトカムについての議論というのは何回も出てきたような気がいたします。そのあたりが問題になってくるかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。このプロセスの話、審議会の審議の過程とか計画作りの過程、本当はというか、もっと委員の責任を問えと、これぐらいで許すなというそういう声もあります。で私個人としてもそれはある意味正論正しいと思うし、そんなプロセスで作られている今のこの過程はもう一回もう止めないといけないというぐらいに個人的には思ってます。でただ後半皆さんからもいろいろ意見いただきたいんですけど、ただその議論だけに集中してしまうと、もう今現実が動いていく中で、もっと悪いことになっていくんじゃないか。まさに今小川さんが後半最後に力を込めて言ってくれた、そういう本当に必要なところにお金がいかないような巨大な仕組みが出来上がってしまうんじゃないか、それに対してもやっぱり意見を言わないといけないので、とりあえず私今日前半の後ほどの質疑でまた生ぬるいっていう声はもしあれば出していただいたらいいですけど、とりあえず前半のディスカッションの部分は進行役の職権でこの話はここまでにさせていただいて、次は中身の議論に移りたいと思います。で中身の議論でお二人にも発言を後ほどしていただこうと思いますけど、お待たせしました。森山さん、横田さん、はい、
今ずっとねプロセスの話ばっかりやってましたけど、お二人、まあ、プロセスについてもご意見あるかもしれません。それ多少そっちに触れていただいてもいいですが、まあ、どちらかというと中身のことを中心に、お二人がこの制度に抱いていらっしゃる、まあ、期待もあるかもしれません。あるいは懸念とか心配とかというのを、まずじゃあ森山さんからお願いしていいですか。はい、まず前提として私自身はこの休眠預金の議論っていうところにすごく参加できた実感はあまりなくてですね、かなり透明性を高くっていうところで、あったので、私自身もちょっと積極的に関わるべき、勉強するべきだったなという反省もあるんですけれども、率直なところ、意見を聞かれたこともなければ、そういう場が設けられた実感もないですし、参加できるような機会提供があったようにも率直に感じていなくて、いつの間にかここまで固まってしまったのかという感想なので、ちょっと細かいプロセスとか評価制度の事実に関しては今日はなるべく触れないように、その何が本当かっていうのを私自身がまだ把握できてない立場なので、そのあたりはちょっと伏せつつも、なので休眠預金に限らず、評価制度とか、そういったところに対する、漠然とした危機感みたいなところになってしまうかなとは思うんですけれども、私たちが今回の中身のところで多分議論になっている大きな部分が、その困窮しているところとか成果が測りづらい部分のところに、適切な、流れ、そういったところがむしろ排除されてしまって、私たちからすればより格差が大きくなってしまうんじゃないかという懸念はあります。で、やっぱり今お金が、非営利、特に受益者からの負担がない分野っていうのは、いいサービスをすればお金が入ってくるわけではなくて、たとえどんないいサービスを子どもとか、困窮者に提供したとしても、彼らがお金を払うわけではありませんので、それと同時に一般の人たちとか評価をする人たちにどれだけ分かりやすいものを提示するかっていうものによって、組織の規模が変わってきてる、組織の規模が変わりうる、非常に難しい分野だとも思っていて、その寄付をする側であったりとか、評価をする立場の人が非常にバランス感覚を持って、評価をしていかないと、例えばですけれども、先行投資がしやすい、もともと資金力のある団体にが、やっぱり広告費なり、見える化なりにお金をかけられることによって、またさらにお金が集まるであったりとか、もしくは手法として、その子どもであったりとか、受益者の声や、顔を出せる、分かりやすく利用できるところが評価されてしまう、皆さんがそうっていうわけではなくて、そういう危険性がを秘めたのが、非営利業界の非常に難しい分野だとも思っていて、例えば私たちとかは、虐待とかで保護されている子どもたちの支援とかをしていると、どうしても顔は出せないとか、子どもたちも本当に誰にも言いたくないような声を私たちのところに届けてくれているので声も出せないとか、より繊細であればあるほど、そういう成果の可視化がしづらい問題とか、したくない問題とかも出てくる中で、だけどそれがそれは悪いことだとは思っていないんですけれども、あまりにも最近の流れとしては、なんかそういうのをやらないと、候補力がないとかですね、やる気がないとまで見なされてしまうような空気感みたいなのには非常に危機感を感じております。例えば、アメリカもですね、そのアメリカで、すごく問題になったのは、学校を、NPO が運営して、評価制度によって、学校運営をしていこうみたいな流れの中で、
団体が継続するためにどうしてもその学力が上がりやすい子どもたちを受け入れるような、まあ、流れができてしまって、非常に大きな問題に発展したケースがあったりとか、あとまあ今日本の学校教育でもそうですけれども、まあ、子どもたちをいかにこう見せるかみたいなところが私立学校なんかはすでに長年そうかもしれないんですけれども、まあ、点数が上がりやすい子たちを受け入れて、まあ、ある意味子どもたちを教育する立場ではなくて子どもたちをまあ利用してしまっている、経営のために利用してしまっているような、問題もまあある中で、なんで、まあ、評価制度自体が悪いっていうわけではなく、そういうなんだろうな、すごく繊細でデリケートな問題をに、まあ、しっかり想像力を働かせたりとか、だからこそ、まあ、こういった団体とか、そういう、まあ、見えないような分野の人たちにもっとヒアリングをして、意見を汲み取ったり、しなければ、とてもその、まあ、権力のある団体とか、まあ、そういうところに、まあ、流れやすい構造でもあるし、まあ、私たちからすると結果的に今そうなっちゃってるような印象も、まあ、受けているのが、とても大きな違和感、それが因果関係があるかわからないんですけれども、結果としてそういう印象を非常に持っていることが、まあ、どうしてこうなってしまったんだろうかっていうような危機感は一つあります。あとはですね、まあ、私その子どもの支援をしている立場っていう観点もそうですし、まあ、もう一つその若い NPO としてもう一つ危機感があるのは、ですね、これも結果としてなのでどうしてそうなったかは分からないんですけれども、やっぱりこの議論がかなりクローズドに行われて、情報もなかなか獲得しづらいような状況で進んでしまった中、まあ、その事前にこういう情報を把握するためにはある一定の権力を持った人と仲良くしなければいけないみたいな流れができてしまっているのも事実です。でかつ、今度そのさっきの専門員とか委員とかの話にもつながるんですけれども、結果的にですけれども、今はそういう人たちに委員になった人たちと近づくのがメリットなのか、遠ざかる方がむしろメリットなのかみたいな流れも、すごく嫌な流れもできていて、まあ、すでに非常に大きな金額が流れること、かつ、まあ、繊細なプロセスを得なかったことによって、まあ、業界が非常に嫌な形になっていて、まあ、利権団体じゃないですけどちょっと業界団体みたいな、まあ、空気感が、特にそのまだこれから、まあ、自分育っていく団体がはまだ、まあ、勉強途中ですし、やっぱり上の人たちがそうしてるってことはそうすべきなのかなっていう、まだ未熟な部分もある分ですね、まあ、そういう結果になってしまってることへの、なんだろうな、怒りみたいなのは誰を責めたらいいかもわからないんですけれども、結果としてまあそういうことになってることは、ぜひ指定分配団体なり中間支援団体の皆さんには知っていただいた上で、よりその公正な判断をしていただかないとそれに拍車をかけることになるんじゃないかみたいな危機感は非常に持っております。なので誰かを責めたいわけではなく、まあ子どもの支援団一団体として、また若い NPO として、結果的にそういう流れがある事実だけは今日お伝えしておきたいなと思って、おります。すいません、ちょっと興奮してしまったんですけれどもはい、ありがとうございました。じゃあ横田さん、横田さん、ちょっと待ってください。今の森も、ね、皆さんからも拍手出ましたけど、私もつい拍手、コーディネーターが拍手してどないすんねんって感じですけど、もういくつもの非常に大事な論点をもう一人でほとんど全部言ってしまったぐらいに、すごく大事なこと、別にこんなこと仕組んでないですよ。こういうこと喋ってねとか全然仕組んでない。今日私初対面ですし、
メンバーの中からあの人いいよと推薦されて今日来ていただいたと。今言っていたようにちょっと整理するとまずは非常に繊細な分野とかテーマとかあるいは人々事柄というのがきちんとそれをきちんと評価するというふうになるんだろうか。一方でこうアピールする、一般の人に分かりやすい、でそれで寄付を集めますみたいなものが評価されてしまう流れがすでにある中で、今回のこの制度もそうなってしまうんじゃないか。でそういう見える化、広報するっていうことに積極的じゃないとやる気がない団体と言われてしまう。そんなのもあるんですかね。なんか古いとかです。やり方が古いとか、勉強してないとか今っぽくないみたいな、まあ、あるネガティブな評価がされやすい風潮があるのは確かかなと。ちなみにそれは誰からそう評価されるんですか。まずは、民間寄りであればあるほどやっぱりそういう評価を下しやすい印象はあり、民間企業の CSR であったりとか、まあ、個人の寄付者もやっぱり営利のセクターで働いている方にとってはものすごく営利はシンプルだと思っていて、いいサービスをすればしっかりお客さんが評価をしてさらに伸びていくっていうような、まあ、分かりやすい仕組みの中でいらっしゃる方にとって、非営利のこの、お客さんが2つあるっていう構造ってなかなか理解してもらいづらくて、なので資金力が上がってないってことはあまり、まあ、評価すべき団体じゃないんじゃないかという、まあ、単純な結果を下しやすい分野でもあるなと思って、いて、とか、まあ、なんだろうな、もっと情報くれればちゃんと寄付するのにみたいな、なんだろう、その背景とかの理解までは、まあ、なかなか難しいので、まあ、個人の方にそれを求めるのは難しいとしても、やっぱりこう、ある程度まとまった金額を出すような、せめてまあ民間女性団体であったりとか中間支援とか、今回の休眠預金のような団体はそういう繊細さ、まあ、そんな単純な話じゃないっていうのをしっかり踏まえていかないといけないし、それはものすごく意識をしないとほっとくとそっちに流れやすいみたいな難しさを理解して進めないと、まあ、その分かりやすいところにお金が流れることによってかえって格差は広がるんじゃないかなっていう懸念はあります。ありがとうございます。今のそういう繊細な部分というのが一番、まあ、一番コアな主張だったと思います。でその次にそういったデリケートさについて聞かれてないと、そういうことをこの制度設計、制度を作る中で、まあ、少なくとも森山さんは十分聞かれた気が、十分というか聞かれた気が全然しないと。で実は去年のちょうど今頃ヒアリングというのがあったんですね、丸2日間にわたって。で横田さんも私も呼ばれて、小川さんもです。あ、じゃあごめん、小原さんはいいのが、ヒアリング聞くが、すいません、大変です。で、そういった繊細なことを発言された人もいたし、であるいは我々も、まあ、我々中間支援的な立場で、そういう現場がありますよということを、まあ、我々なりに精一杯伝えたつもりでもあるし、でさっき奥田さんが説明してくれた資料4の2、このパブコメっていうのは、そういう感覚で作ったつもりなんですが、まあ、こっちは伝えた部分も一部にあるけど、向こうがあんまり聞いてくれなかったっていうのが、まあ、それはまず聞いてもらえてないというのは全く同感であります。で、まあ、それが2つ目ですね。で、もう1つが、これがまあ業界と嫌な業界になってきたみたいなことで、そのクローズドで議論されてるのが、その権力のある団体とか、で、そういう権力を持ってそうな人に近づいておかないと、ダメなんじゃないか、そうしないと損なんじゃないかというふうに、まあ、まだ経験の浅い人とか若い人がすごく動揺したり、逆にそこから、いや、むしろ距離を置かないといけないんじゃないか、そんな話がある、差し支えない範囲で、はい、本当に結果的ですし、そのみんななりに、まあ、団体運営を継続した自分たちのミッションを達成するためにやってることであって、別にそのあれですけれども、十分にオープンな議論がされてないがゆえだとは思う、努力してるしてないとかじゃなくて、まあ、結果的に十分ではなかったと思う理由としては、
誰かと仲良くしておくがないと、まあ、十分な情報が得られないからとか、まあ、私も今日出ることについては本当に出るのっていう意見もたくさんいただきまして、来なくなるよっていうそのお金がっていうぐらいの流れはあります、はい、そういう出るとお金来ないよという懸念の声たくさんを乗り越えて今日来ていただいたなので、それがどこまで事実かは分からないんですけれど、みんな推測と推測を重ねて、うん、そういう空気ができてることだけは事実で、それが誰かが仕込んだのかどうかは分からないですし、多分意図してそういう雰囲気になったとは今日の話も聞きながら違うんだろうなとは思ったんですけれども、それぐらいに多分繊細な分野で、意図してなくてもこれぐらい大きい金額が流れて、これぐらい繊細の領域を扱うことがはそれぐらい繊細にやらないと意図せずしてこうなるっていうことをすごく実感しているという次第です。はい、ありがとうございました。いや、いろんなものが見えてきたというか、本当一番現場で頑張ってらっしゃる一つの団体、たくさんある一つの団体の、まあ、一代表者の森山さんの立場からでもこんだけいろんなことが語っていただける、本当にいろいろ勉強になったなと思います。勉強だったら終わっちゃいけないんですけどね。はい、じゃあ横田さん、すいません、横田さんの立場から今感じていることを、はい、お願いします。はい、古臭い NPO ですうん、僕は、まあ、興味の話最初聞いた時にその、まあ、テーマがすごい社会的排除で、制度の届かない人たちにお金が使えるかもしれないところに希望を持ちました。で、社会的排除のことを本当に変えようと思ったら、私は大事なことは当事者の声を聞いたり、当事者が主体になった中でいろんなものを作って、いろんなものを巻き込んで変えていくっていうところがとても大事にしなきゃいけないし、多分今までやってきた NPO の多くはそういうふうにしてきてる。私は茨城県常総市で外国の子どもがすごく多いので、そこの学習支援、親の支援やって、3年前の水害で被災者支援やって、みんな制度から漏れてます。支援も本当に薄い。今回も西日本ですごい被災された方は本当にこれしかもらえないのかと、こんなにかかるのにってことにすごい直面して、もう家最近諦めるしかないとか、街を出るしかないとか、でももうどんどんそれが忘れられていくっていう、排除ってそういう世界だと思ってるんですね。で、その中で諦めそうな人も、行政に行くことすらもうやめてしまった人に寄り添ったり、居場所を作ったり、すごい時間かかりますよね。で、その中で少しずつやりきられてきて、やってみようかなっていうのを支えていく中で、仲間ができたり変わっていったりってことをみんな見てると思うんですけども、それが1年間の最初に目標を設定して、これで測ってっていうのはとても合わないですよね。ですので、もちろんそういうビジネス型のものにも使ってもいいとは思うんですけれども、やっぱ僕らはずっとこだわったのはそれだけじゃなくて、多様な尺度、多様な方法でスキームが作られないと、本当に排除されている人がまた排除されてしまうっていうのは一番恐れていることです。で、もう一つは特に、まあ子どものことで相談乗ってるところって、やっぱ制度外が多くて、毎年助成金一生懸命書いてるんだけど、みんな言うのは毎回新規性を書きなさい、発展性を書きなさい、もう書けないですと。日々やってることでもでも変わってるんですよね、一人一人は。でもそれは数字では表せない。そこに来て今度成果目標、革新的、もう出すのを諦めると思いますね。実際そういう声があります。で、茨城のデータこの間取ったら、もう年々寄付のパーセンテージがもう下がって 2% ぐらいです。ほとんど助成金出すことすらもうチャレンジしなくなっているところが見受けられます。なんかそういう大きなお金を扱う団体と、もうそういうお金もう大変だからいいっていうふうになるふうになってしまったら、ますます寄付が増えなくなるんじゃないかな。寄付が増えなくなるってことは、制度外のことをやる団体が減るってことですから、ますます本当のセーフティーネットを支えている団体が減っていってしまう、やめていってしまう。そういうことだけは避けなきゃいけないので、やはりそういういろんな
尺度を持ってこのスキームが本当に本当に困っている人が側に立ってその方の視点でまだまだ作れるチャンスがあると信じているので、そのために関心を持っていくってことが必要なんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございますですね、この後もそろそろ皆さんとのディスカッションにしたいと思います。で、最後の方にじゃあどうしたらいいのか、この、公募が今すでに続いて10月の5日か6日が指定活用団体の公募の締め切りで、年内10、11、12の3ヶ月かけて指定活用団体が決まる、そこから具体的な計画が作られていく、まだまだプロセスは続くわけですけど、それをゼロにしろというのも一つですが、もしゼロにならないとするとじゃあどうしたらいいのか、どういう、今どういう部分を取り入れてくれ、いくつももうすでに方向性は出たと思いますけど、あとでじゃあどうしたらいいのかってもちょっとお聞きできればなと思います。ではじゃあもうここからすいません、フロアの皆さんとのディスカッションに移りたいと思います。小川さんはね、さっきいろいろ小川さん の, スタンスも言っていただいたので、また後で質疑で出していただいたらと思いますが、まず、質問のある方、挙手いただいて、3人か4人かまず質問だけをまとめていただいて、それを、整理したりしながら4人の方に振る、あるいは私も参加するみたいな形でちょっと最初は質疑、ご意見はちょっと後にしてまず質問からいきたいと思います。いかがでしょうか。あれないですか。お一人お二人、ちょっとですね、3人目どこですか。今林さんの、あ、違う、じゃあ一番前の方と後ろのお二人、他いいですか。早く手挙げないと時間切れになりますよはい、じゃあ一番前の方お願いします。マイクすいません。差し支えなければお名前ご所属、言いたくなければ別にいいです。時と申します。本日ありがとうございます。不勉強で申し訳ないんですけれども、質問させていただきたい点が、休眠預金として700億が毎年存在をしている。でその中から今回は2、30億を指定なんとか団体にですね、お渡しをしてということで話が進んでいるのかなというふうに思うんですけども、これは、その後どのくらいの年数での想定のものなのか、でこれがやはり単年であるとか、2、3年やってみなければわからないというものであれば、やはり社会実証という言葉は、それなりに分かりやすいというか意味があるのかなというふうに思うんですが、なんかその辺を委員の方ご存知であれば伺いたいなと思ったのが1点と、それからむしろその森山さん横田さんの話を聞いて本当にその点最もだなって思う一方で、2、30億のお金が入ってくると、ただ既存で700億近くのお金が今このソーシャルセクターに入ってきている、なのでむしろその数値として分かりやすいものはこちらに流すことができて、むしろ数値として分かりにくかったり非常に難しい課題に対して今後財団が積極的に取り組んでいくというような、既存の財団の仕組み、いや既存の財団さんが今後どういうふうにそれを捉まえてソーシャルセクター全体を住み分けながら進んでいくのかを、考えていくのが非常にポイントなのかなというふうに思ったんですけれども、その辺で何かご意見あれば伺いたいなと思いました。今の2点目は誰に聞きたいとかいうのはありますか。特にない。何かお答えというかおコメントをお持ちの方で大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ後ろの方もご質問を先にお聞きします。はい、フリースクール全国ネットワークの松島と申します。ちょっと制度に関する質問になってしまうんですが、この指定活用団体ではなくて資金分配団体の方なんですけども、こちらの指定っていうのが大体どのくらいのスパンで、つまりこういう大きな事業だと1年ごとに選び直すっていうことはあまり想像しにくいかなと思うんですが、どのくらいのスパンでこの資金分配団体が活動していくようなイメージを持たれているのかっていうのが、もうすでに決まっているようでしたら教えていただきたいなと思ってご質問いたしました。ありがとうございます。では今お二人から3つの質問が出て、最初の時さんの前半の質問と、それから今の松島さんのご質問が、いわば制度の運用ですよね。
で、土岐さんの2番目の質問はちょっとまた別の次元で、じゃあ、今土岐さん2、30億とおっしゃいましたけど、今日の資料の一番最後をご覧ください。裏表紙みたいなパワーポイントみたいなのがあって、そこに指定活用団体の体制イメージとある。で、最初2行目に当初は女性のみと、融資とか投資も考えられるんですが、とりあえずは女性から始めるというのがあります。で、そこに20から40億円と、これは年間額ですね。だから20、40ぐらいから始めるという話までは書いてあるんですが、じゃあその先どうなるのかというのは、これは委員か専門員のお二人から、で、あと松本さんの資金分配団体の選び方のその時間的なスパンですよね。この2つちょっと何か情報があれば。です。先ほどもちょっとお話ししたんですけど、5年で見直しをしなきゃいけないので、とりあえずは5年ですね。で、その段階でこの休眠預金というものがもうどのように社会的にインパクトを与えたのかっていうことをしっかりやらなきゃいけないっていうところはもう課せられているものなんですね。ですから5年っていうことが、でもその後それ切れてしまうって話はもちろんないと思いたいのですが、まあ、そういう状況になってます。それから資金分配団体については、これは指定活用団体が決まった段階で議論されることになっていますので、審議会ではそこまで深くはしておりません。まあ、年間今700億ぐらいのお金が出るわけですから、そのお金のうち20億30億ったら残り600何十億は余るじゃないかって話だと思うんですね。で、これ私もちょっと最初思ったんですけど、やっぱり最初は結構パイロット的に最初からバーンと出したんじゃないと、このというところで徐々に多分上げていくっていうことになるのかなっていうのは、それ具体的な金額、実は審議会の中でもちょっといろいろ議論あったんですけど、なかなか最初出なくて、で、まあ、最終的にはこの20、40っていうところからスタートしてっていう、まあ、そういう意味ではやっぱり正直なところ、これ実験っていうところも考えて、まあ、本当にやりながらこう考えるっていうところも実際のところを広げていくっていう多分方向性があるのかなっていうのは思います。それから分配団体もまさにそうなんですけど、ただなかなか議論がなかったんですけど、一応方向性としてあるのは、地域っていう地域の中でその分配団体地域のという枠と、あとまあ縦軸横軸って言うんですけど、例えば分野っていう子ども支援の分野、なんとか分野って、それはまあ例えば全国でそういう分野、そういうところを想定して縦と横の軸をまあ作るっていう説明は内閣の方からあったように記憶しています。はい、ありがとうございました。この20から40億が5年、最初の5年間はずっとこれでいくとも別に決まってないんですよね。当初はということでという感じだそうですね。 ではもう一つ、土岐さんの2つ目の質問、分かりにくい、まあ、さっき その繊細な結果が見せにくい分野というのは既存の財団が頑張るべきで、まあ、べきというか、まあ、そういうやり方もある。で、この新しいお金は新しい方に出し、それは土岐さんはそうしたらいいんじゃないか、そうすべきだという意見ですか。ああ、そうですね。これどう、ああ、横田さん、はい、じゃあ、します。まあ、確かにパイが増えること、自体がまあいいか悪いか、まあ、でも既存の民間財団の中でもすごく成果目標を設定して、数字で評価をっていうのがプレッシャーとしても、なんていうんですかね、かかってきていて、訪問を変えるって動きはすごく今進んでる。まあ、急に引っ張られているかどうかは分からない、成果指向がすごくあって、そこにインパクトが強かったのが、いろんな影響を与えていることは客観的にあると思うんですね。で、もともと財団が持っていた長年の培ったすごい対話型で、定量的なところで、じゃないところでちゃんと評価するっていうノウハウを持っているところもたくさんあるわけですよね。で、そういうものがもっとむしろ広がってほしいし、そのノウハウが今回の大きな休眠のお金を使うときにも、その定量的なものももちろんあってもいいんですけれども、それ以外にもっとできる部分はあると思うんですね。すごく今回時間のない中で、
正当性を保たなきゃいけないっていう中で制度設計をしてるんじゃないかなっていう時に一番まあ無難な線というか、そういうところからそういうふうになってる感じが僕にはしてるんです。そこはむしろ休眠とこっちで分けるんじゃなくて、休眠の方こそ今まで財団が培ってきたものをもっと入れた方が僕はいいと思います。はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。今その私が持っている危機感としてパイが増えることは賛成なんですけれども、今どういう団体が先駆的なことができているかっていうと、やっぱり行政から委託を受けられる団体もしくは事業収益がある団体が、やっぱり人的な余裕、お金的な余裕があるので、でそういう団体はそれを維持する、そういう中でまたさらに広げていくっていう流れが結構あるように見受けられているの で、 でかつそういう方々がやっぱ委員にも入っていらっしゃる、それがいい悪いとかではないんですけれども、今のままだと行政の委託の流れと何が違うのかがまずわからないし、結局そうするとすでに制度化されている、介護であったり保育であったり、障害者であ分野であったり、そういう、若者支援であったりとか、ある程度制度化されている部分をやっている領域がさらに強化されてしまうんじゃないかみたいな懸念は正直あります。でどちらかというとその虐待とか子どもの分野っていうのは制度化も遅れてい る分野なので、そういうところに流していくような動きが期待してたんですけれども、どうやらその議論のプロセスを見るとあまりそこが尊重されてる感じは全くしないので、結局同じような流れになってしまうんじゃないかという、それが本当にそうかわからないんですけれども、そういう怖さはとてもあります。で、あとはその、さっきお伝えしたプロセスの部分と私は評価と結果がすごくつながってると思う。もう一つの理由は、指定活動団体があって資金、なんとか団体があって、で中間支援も下手に声を上げづらい、女性団体も下手に声を上げづらいような、なぜかというと自分たちの利害にも関わってくるの で NPO も今すごく声を上げづらい、その上げることによって自分たち流れてこないかもしれないみたいな、多分憶測半分だし、全く根拠がないわけじゃ多分ないので、事実半分だと思うんですけれども、そうすると結局誰も意見を言えない空気感のまま進んでいくことが一番の怖さで、なんかすごく利権になってしまう。だからこそ多分トップに立てば立つほどもっともう真逆の方向にあえていかないと、多分ほっといたらそうなるぐらいのインパクトのあるものなので、意識して意識してそのよりその弱い立場の人とかを汲み取っていかないといけないのに、そんなこと全く考えてないようなプロセスで進むし、結局内閣がほぼ決めちゃってるような感じもするから、なんか行政の論理と何が違うのかもよくわからないしみたいなところで、誰かを批判したいわけじゃないんですけれども、それぐらいにちゃんとやっていかないと、本当になんか業界がなんかピラミッド型じゃないんですけど、誰かを中心に動いてるような感じに、なりつつもあるし、大きな力を持ってそこに反対していかないとそのまま進んでいく、個々人のレベルではもう意見を上げづらくなってきてる印象はあります。私も多分今日ですごい色がついてしまう気がするんですけど、なんか別に休眠預金に反対してるわけでも何でもないんですけど、ああやっちゃったねみたいな感じで多分見られているので、なんかそれってなんか民主的なのかみたいな、多分お二人は違うからこそ出てくれてるんだと思うし、多分委員の方が意図的にやってるわけじゃないと思うので、誰かを責める気は本当にないんですけれども、だからこそなんだろうな、すごくコミュニケーションしっかりとって、すごく配慮してやらないといけないものだとは思っております。
すいません。ありがとうございます、はい、今森山さん言われたことで、下手に声を上げづらい、上げにくいってね、何度も言われて、それにこれは誰がということではなくて、お金というものがもうすごい強い磁場というか魔力というか、まあストレートに言うと権力、まあ、やっぱりお金というのは権力ですから、でそのお金をあの人を配る立場なんだよなみたいな想像なんかが働くと、下手に逆らったり声上げたりしちゃいけない。でこれはさっきね、中間支援とかだってもうそうなりかけてんじゃないのというのもちらっと言われました。確かにそうかもしれません、はい、お金がそこまでのもう影響力をもうすでに持ってしまってるということを、まあ、少なくとも現場の一団体の人はひしひしと感じているという、はい、ことでした。さあどうしましょう。で、まあ、もうちょっと皆さんからのまだ時間、ですね、予定ではあと20分あります。まだ20分ありますので、そろそろご意見でも結構ですが、ご質問やご意見があればまた何人かちょっとまとめて出していただいて、早瀬さんが1人、他はないですか。ご質問でもご意見でもいいです。あ、岡本先生、あ、名前言っちゃった今お二人、あ、もう1人、3人、じゃあこの3人でいいかな。いいですか。もうこの2巡目で終わるかもしれませんよ、このペースだと。いいですか。あ、4人目、はい、じゃあ4人のご意見、じゃあまず林さんから、はい、お願いします。はい、大阪ボランティア協会の林です。このプロセスの不信感が今のような不信感を呼んでると思うんですけども、そもそもこのお金って、まあ、他人の落とし物みたいなお金ですよね。託されてるお金じゃないから。だからそれゆえに国民の使い方に対する共感、この仕組みに対する共感がとっても重要なんですけども、ところが今回のパブコメの対応っていうのは、皆さんのお手元 の資料3の7、8ページにちょっと私大阪ボランティア協会の機関紙に書いた文章が載ってますけども、要は三条委員会だとか八条委員会だとかで、これは八条委員会だから行政がコメントし完璧にしていいんだという論理を、まあ、岡本参事官は言ってるわけですけども、今ほとんどの審議会、みんな八条委員会ですよ、基本的にはね、委員会にかけるんです、パブコメは。なんでかと、それはそうしないと役所の作ったコメントの客観性が妥当性が担保できへんからですよ。役所の、まあ、作文で OK になってしまうわけですね。具体的に言うとですね、後ろの方に このパブコメのコメントがありますけども、33番目というのがですね、3ページ目、最後のこれ資料4の3の3ページ目に33ってあるんです。これ実は私が出したやつなんですけどね、これね、意味不明です、コメントが。もう全く意味不明。これ参加が必要だというふうなことを書いてるんですが、それに対して、いや、法律にはこういうふうに書いてあります。答えになってへんですよ。全くなってなくても、これね、役所だけで完結してるから妥当性が担保できへんわけですよ。でこれは非常に内閣府がこの制度に対する信頼性を損なえたことだと思います。ちゃんとやっぱり制度を、まあ信頼性を高めるような働きかけこそを内閣府もするべきであって、その辺のところは大変これまでのプロセスは良くないんですけど、これからね、せめてこれからはそういったプロセスを国民が共感しやすいような形にしていくように、まあ事務局もだし、審議会の皆さんもだし、我々自身もそういうことをきちんとチェックしていかないといけないかな、まあ、これ意見です。以上です。はい、ありがとうございました。非常に明快なご意見ありがとうございました。では2番目の、岡本先生。岡本と言います。なんというか、なんか参事官かなんかと同じ名前なんで覚えられやすいなと。あっちのそっちの参事官ってそんな立派な人じゃございませんけど、日本 NPO 学会の今たまたま会長にやってるんですけど、一つはソーシャルインパクト評価をどういうふうに評価するかということがすごく大きな問題としてあって、それで服部さんって委員で出てますけど、それの当時学会の副会長だった人だし、いろいろ学会も関わっていることもあるし、賛成派も反対派も中にいて、
これからもその、このプロセスをちゃんときちっと評価をして、僕はこの休眠預金のソーシャルインパクト評価をやってほしいなと思ってるんですけど、休眠預金制度の社会的なインパクト評価、社会的インパクト評価は自身はネガティブ効果もちゃんと評価するっていうのは社会的インパクト評価の基本なので、だからそういうこともやるようなプロセスを内在的に組み込んだ形での事業展開をしてほしいと本当は思っています。それがですけど、もう一つはこのお金、大きなお金は取ろうという人がいっぱいいるので、さっき財務省が取りたいと言ってるって話がちょっとありましたけど、同時に3つの重点の中の3つ目のところの子どもと若者は、がですよね、真ん中の困難を有する者の支援というのがあって、3つ目が地域社会における活力の低下、その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関わる活動というのがあって、こういうところに政治家さんがいっぱい寄ってきて、それで従来の形の団体がなんかこういくつかの団体ちょっと集まって地域の活性化しましょうというので観光協会が入ったりとかいうような形でお金をごっそり半分持ってきましょうとか、そういうような形になっていくと周標に結びつくという形でお金が流れていく可能性も大きいと思うんですよ。だからこの問題を考えるときには誰がお金を取っていこうとしているかっていう大きな意味での政治過程の中でのいかに民間非営利セクターにちゃんとお金が流れる形を作っていくのかということがこれからの一つの焦点ではないかなというふうに思っている、これが2つ目ですね。それから例の基本方針の中にはいろいろいいことも書いてあると、実はちょっとそんなにはそれすごくこう ブームのソーシャルインパクト評価の方が書かれているけど、そうじゃない困難なところもあるとかいうことも書かれている、いるわけで、そういうところをうまく生かしながらこれからこれを今止めるだけの力ははっきり言ってセクターにはないと僕は思います。なぜかというと委員をの責任を問うって話があるけど、委員を支えられなかったセクターの力なんですよ多分。そういう意味でいくと委員を孤立化させていて、その委員をみんなで支えてちゃんと情報を持ち寄って重要な会議なんだからこういう形でノウハウ提供してやるというような形でセクターがもっと関心を持ってやっていければやっていけたんだけど、それが十分じゃできなくなったから委員個人の問題になっているということがあると思うので、それは今後も続くと思うんですよ。今後も続くので、そういう意味でのセクターがいかにその委員を支えながらプロセスも、諮問機関ですけど諮問機関の委員にちゃんと抵抗させたりとかいいことを入れるかということをさせるのが非常に重要になっているというふうに思います。それで最後ごめんなさい、もう終わりますけど、最後に資金分配団体ありますよね。分配団体が少ないと一元的になると思うんです。だからたくさんあって資金分配団体がいろんな評価基準でもってその支援する補助先支援先を選ぶとかいうような形で資金分配団体の多元性を確保するっていうことは僕は戦略的に非常に重要になってるんじゃないかと思います。つまり地域に一つだけってなったら完全にこうお墨付き評価みたいな形になって他のところ入れなくなるので、地域に例えば3つとかありますとか受講の中から選びますとか、全国的なであればいろんな評価をする団体があると思うのでそこがいけるかなという感じは思います。そんなことをちょっとこれからも考えていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。たくさんのご意見、特に最後の点は森山さんが、ね、言われている、やっぱり気にする、それが一箇所しか気にしないんだったら本当に気にしなきゃいけない、それを多元化するというのはすごく大事な観点だと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ3番目の方したか。はい、すいません、谷と申します。すいません、先ほどの岡本先生と結構重複する点がかなりあるんですけども、少しコンパクトメニューお願いします。はい、今回こう全体の流れとかも見ていて、評価の仕方ですとか、あとこの、最後のページにある指定活用団体の体制イメージっていうところの評議員っていうところに、こう非営利団体の事業者とか、中間支援団体だけじゃなくて、政界、経済界、金融界、労働界、メディアとかってオールジャパンで参加するっていうふうになってますし、あとその確かこう、休眠預金受ける際に、法人格の指定って特にないんですね。 NPO に限らず、株式会社ですとか合同会社ですとか何でもこう、いいっていうことになってると思うんですけども、この全体の流れを見たときに果たして本当にこう非営利セクターに流れるのかなっていうのが、ちょっと
まあ、疑問に思ってまして、まあ、単純にですね、何ですか、本当にこうどれだけ課題を解決したかが問われるんであれば、まあ、こう大手大企業が行うようなですね、もう格安なんですかね、なんとかサービスみたいなのを、まあ、保育業界とか福祉業界とか、あ、いろんなこうセクターでこう作っていくのは単純に一番お金をこうで、それでプレゼンをしっかりすればですね、お金をこうどんどん取っていける仕組みになっていくんじゃないかなと思っていまして、で、そうなった時に、まあ、本当にやっぱりこう、まあ、ちょっとすいません、かぶって申し訳ないんですけども、こう非営利セクターに今後ちゃんと流れていくように、まあこう審議会の方をはじめ、まあ、それを支える NPO セクターっていうのがきちんと、監視していかなきゃいけないっていうのがやっぱりある、じゃないかなと思っているのと、思っているのと、あと最終的に、こう結果が出なければ、これ候補に戻るんですよね、財務省さんが狙ってるって話先ほどありましたけども、まあ、実はちょっと、まあまあ、とある噂なんですけど、やっぱりこう先ほどの話もちょっと出たと思うんですけども、これ結構政治利用されるんじゃないかみたいな話もある中で、それをまたまあ、メディアが狙ってるっていう、まあ、今回もその指定活用団体、最終的には内閣総理大臣が最終的にこう決めるみたいな話があったと思うんですけど、まあ、そういうところをちょっとこうメディアとかも狙っている中で、最終的にはこう炎上して候補に戻ってしまう、で結局そのなんか今使われている税金と、まあ、変わらないようなこう使い方で、終わってしまうリスクっていうのもかなりあるんじゃないかなと思ってまして、ちょっと要点をまとめて。すみません、なんで、まあ、そのこれから、まあ、政治利用されたりですとか、まあ、きちんと非営利セクターに、流れていくように、まあまあ、この業界を盛り上げていくっていうのが重要なんじゃないかなと思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。結論を言うと、監視し続けて意見を言い続けようとということですね。あ、ありがとうございます。最後4番目の方、はい、佐藤と申します。質問が一つありまして、この情報公開についてです。このお金が、結局これ国民のお金だと思うので、これがどこにどういうふうに使われて、結局これがどうなったのかという情報公開が必要だと思うんですけども、その情報公開がどういうふうにされようとしているのかというところに、質問したいというふうに思います。まあ、特に森山さんがおっしゃっていただいたように、その成果が見えづらいところ、しかも短期的には特にというところに対しては、どういうふうな情報公開が逆にできるんだろうかとか、どういうふうにしたらいいんだろうかというのを、聞きたいと思います。基本ツイッターとか、ネット上では、この休眠預金の話が出るときに検索すると NPO は信用しないっていうような言葉がバーってすごいたくさん出るんですよね。 NPO なんていう、これまでどういうふうな、じゃ社会問題を解決したっていうふうなネット情報がたくさん流れているとかだったら分かりやすいけれども、そういうふうな情報がなかなか流れてないから、私は、NPO ってあまり信用していない、不祥事がたくさん出ているみたいな、なんか声が結構たくさん上がっていて辛いなっていう言葉が結構ありまして、まあ、なので逆に言うと、今までは企業とか行政に社会的責任っていうものを問えたけれども、じゃあ今はその社会的責任っていうのは NPO の方にちゃんと向けられているっていう状態の中で、どういうふうにその情報公開をしていけばいいんだろうかっていうところに、もしアイデアがあれば聞きたいなというふうに思いました。はい、今のご質問、多分2つのことが含まれているのかな。制度ですよね。休眠預金の制度ができたときに、その使途とか使われ方がどのような仕組みになっていくんだろうかということと、もう一つはまさになかなか分かりにくいものにお金が使われたときに、それをじゃあどう説明責任なり国民に理解してもらえるか、その多分2つがダブってだと思います。まず前半の方、じゃあお二人のどちらかから。
休眠預金が、まあ、指定活用団体から資金分配団体に行って、そして資金分配団体から個々の NPO に行った。でその個々の NPO の成果がどういうものなのかということをきちっと公表していくというか、成果を評価するという仕組みですよね。で資金分配団体も何らかの形で評価をしていかなきゃいけないっていうふうにはなっていくと思いますので、そこで の評価者が誰なのかとか、それをどういうふうに公表していくのかっていうことはまたそこで決めていくことになると思いますけど、当然のことながらやはりこれは準公金という言い方はあまり内閣府のはあまり確か好んでなかったような気がしますけれども、そういうお金ですのでしっかりしていく必要があるだろうというふうに思います。はい、そうしていくべきだというふうに思います。ただその先ほどのおっしゃっているように、その評価を評価軸をどこに置いて、でその成果を何に持っていくのかっていうところはまさにその評価をする方たちの考え方とかってところに大きく影響していくと思いますので、その時にじゃあその NPO なり研究者なりいろんな方たちがその評価ということに対してこうあるべきであるっていうふうなことを議論していくという、そういうことは今から絶対必要になってくるかというふうに思います。今日お手元に基本計画は基本方針はお配りしてないんですけど、基本方針の中にちょっと今すぐにどこがどうって言えませんが、現場の団体が資金分配団体に、資金分配団体が指定活用にきちんと報告すること、あるいはその報告を受ける側監督することというのは定められています。それはもう多分というか仕組みとしては絶対実現するんですね。で問題はじゃあその次の成果、何が成果なのかっていうことですよね。で今、まあ、萩原さんの最後の方におっしゃったまさにそこが問題なんだということですが、それをどういうものを成果として見せるか、それは今どなたか4人のうちの小川さん、やはり今例えば今ソーシャルインパクトだけではダメだと、この表のそういう評価ではダメだということはあるかと思うんですけど、そうするとそれに変わるというかですね、そういうような物差しもちゃんと開発していくというかいうのは必要なんだろうというふうには思うんですよね。でそうじゃないとやっぱり結局結果出てないんじゃないかというようなことになっていく可能性はあるのかな。まあそういうふうに非常に草の根的にやってらっしゃる団体、なかなかその目に見えにくいというような状況なんだけども、じゃあそれをどうやってでも何らかの見えるかというかですね、そういったものは一つ今後もしっかりしていかないとそこにお金が落ちていかないというのが一つと、もう一点だけちょっと伴走支援というのは実はすごい危険だというのは思っていて、例えば子ども食堂のこの前昨日も話を出てきたんですけど、子ども食堂で普通の助成金でもやっぱり普通にやってらっしゃる主婦の方なんて出せないと。でそういう方はやっぱり誰かが支援をしないとできないっていうような話で、そうするとこの今休眠預金のこの仕組みなんてもう全くハードル高くて最初からそこには到達しないですよね。でもやっぱりそういう団体に出さなきゃいけないと伴走支援しますよっていうのが極めて危険な伴走する、さっき言ったように成果を出しやすいようなその文字句の中に無理やりこう突っ込むような、で途中でもこういうふうに成果出したらいいですよっていうのが全然子どものためにならない、当事者のためにならない、そういうようなことが平気で行われていくんじゃないかっていうこともすごく危機感を持っています。なのでやっぱりその辺の仕組みについてもしっかりと、本来やっぱりその団体がもうこのお金もらったらこれ毒まんじゅうだみたいな話になってしまうとこれえらいことになるっていうこともあるので、その辺もやっぱりちゃんとしないといけない、これからの大きな課題だというふうに思っています。ありがとうございます。審議の過程の中でやっぱり人材育成ということもかなり出ていました。このお金をそういうそのなんですかね、市民セクターを担っていく、そういう人材育成のにも活用していったらいいんじゃないかという議論が結構ありましたので、そういったところにもつながってくるかなと思いますけどね。はい、今、伴走支援あるいは伴走支援のリスクもあるんじゃないかということと人材育成が出ました。で伴走支援についてちょっとだけ説明すると、資金分配団体に名前の通り資金分配とそれ以外の支援もしなさいよって書いてあるんですね、基本方針に。で要するに非資金的支援で、それを伴走型でとか書いてますね、包括的な支援プログラムみたいなことも書いてます。でお金を配りなさい、でお金を配る以外のさまざまな支援もしなさい、それが場合によっては今小川さんが懸念として言われたような
ああしろこうしろこうしないと成果出ないよっていう極めて上からの、 そういう伴走支援が始まってしまうリスクもあるというふうにご指摘ですね。で、人材育成もいい方向で人材育成になるといいけど、そういう懸念の方向でそんなひどい押し付け伴走支援をする、でこれは多分中間支援とかコンサルタントとかそういうところに期待されてるんでしょうけど、そういうのが山ほどできてくるともう極めて暴力的なものになってしまう。で、じゃあもうそろそろ時間がないんですが、じゃあどうしたらいいのか、さっきちょっと考えといてないとも言いましたが、今小川さんからもじゃあそれじゃダメだって、それに代わる物差しを考えなきゃいけない、それは我々の側にも課せられている部分があると思います。もうさて、もうすみません、フロアからもご意見等をいただく時間がもうないんですが、どうしましょう。じゃあ逆にちょっと横田さんから最後に、まあ、特にお二人少し長めに喋っていただいて、であと一言ずつお二人からは。はい、お金を流すため、お金をもらうためのネットワークではなくて、当事者を主体にして排除をいかに減らすかってことを共に考えるネットワークを作る、寄付を募る、それをやっていけば結果的にお金が流れるようになるんじゃないかなと思うので、そこをしっかりと自分たちやってきたんだっていう自信を持って、でももうちょっと周りの人たちと話をして、企業の方や行政の方を巻き込んで、しっかりとこうした方が解決という言葉も使いたくないんですけど、まあ、やっていくことじゃないかなというふうに思います。以上です。今自信を持ってっていう言い方をされました、ね、それは誰が自信を持つんですか。誰、はい、今までやってきた人たち、近くにいる人たち、古い NPO じゃなくて現場の支援者たちが一番念頭にですよね。ありがとうございます。森山さん。はい、まず一 NPO として今後やりたいなと思うの、一つはやっぱり私たちが支援しているような子どもやとか、まあ、親は子ども、まあ、虐待とかだと代わりに声を上げてくれないので、まあ、子どもたちの代弁者として、しっかりと利害よりも正しさを中心に発信していきたいなと思っているのが一つと、あとはまあ私たちもその社会的評価、じゃあどうしたらいいんだっていうのは私たちも非常に悩んでいて、例えばですけれども、まあ、声が上がらない子どもたちとか支援に至らなかった子たちをどう分析してどう可視化するかみたいなのをしていかないと、多分支援にたどり着いた子だけを評価したりとかするとですね、声がやっぱり大きい人たちにしか支援が行かないという、まあ、ものを解決できないので、例えば、まあ、すごい今っぽいんですけれども、私たちだとそのホームポータルサイトを運営してるんですけれども、ウェブだと、まあ、悪い部分もいっぱいありますけれども、その離脱した人たちの分析ができたりとか、声を上げなかったけどどういうルートでこう検索していったのかとか、そういう行動分析みたいなのができるので、やっぱりその主体的に声を上げてない離脱してしまった人たちをどう分析してどう評価するかみたいなのは、私たち自身も今すごく評価できるように、簡単に大人の理論で評価するんじゃなくて、正しく評価するためにどうすればいいかっていうのを私たちも今追求していますし、もっと頑張らなきゃなとは改めて思いました、その2点ですかね。あとはもう本当にもし指定活用団体までできレースなのであれば、指定分配団体からはせめてしっかりとここにいらっしゃる皆さんがそうかもしれないので、しっかりコミュニケーション取って、しっかりと評価してやっていくことが今私に残された唯一の希望みたいなところはあります。はい、すいません。はい、ありがとうございます。ここにいらっしゃる皆さんが希望だと言われました。今2つおっしゃった、1つの方が利害よりも正しさでやっぱり考えて動いていかなきゃいけない、そう言わせてしまう今のこの状況が背景にあるわけですね。それは本当今日の参加者、我々全員受け止めないといけないんだろうな。そこからじゃあどうしたらいいのか本当に考えないといけないと思いますし、評価が
お金を配るための評価、あるいはお金をもらうための評価が今非常に出てるわけですけど、多分森山さんが今言われたのは、本当にどんな支援が必要なのか、どんな支援が有効なのか、特に声が出てない子どもたち、声が出ない人こそ支援しなきゃいけないんじゃないか、そういうことをきちんと評価する、そういうことを考えていかなきゃいけないっていうふうに僕は今受け取ったんですけど、いいですかね。評価というものの二面性、はい、がすごくあるなと思いながら聞きました。最後に、じゃあ萩原さん一言お願いします。はい、実は審議会の委員を引き受けにあたってですね、随分、前の政権の時にこの議論をされていた方のにお話を伺いに行きました。どういう思いでこの休眠預金の審議会の議論を始めたのか、最終的にはその方はその最終決定の議員立法のところにメンバーとしては入っておられなかったんですが、これはやっぱり国民全体でそういうその非営利の活動を支援していくための呼び水になるようなお金にしていきたい、でいずれはなくなるお金なんですね。しっかりとちゃんと自分のお金を把握してくださいよって、で呼び水になるものにしていきたい。それから行政がですね、このお金があるから自分たちはしなくてもいいっていうふうにならないようなお金にしていきたいというふうなことをおっしゃられておりまして、確かにそうだなと。ですからこのお金がですね、もうお金のためになんとかってはなくて、やっぱり国民全体、国民だってなんていう言葉を使ってしまったんでしょう、はい、市民全体一人一人がそういう先ほどのお話のあるような活動や、そういう当事者の支援、自分も当事者性を持って支援していけるような、そういう仕組みというんですかね、考え方、共感を持っていけるような、そういうものに作っていきたいんだなということを私は感じてお引き受けをしたというか、まあ市民に入っていった。だけど先ほど申し上げたように残念ながらうまくそこがいってないという状況にあります。しかしプロセスの段階で奥田さんからお金じゃなかったお声をかけていただいてですね、お話をさせていただいたりとか、あるいは皆さんから意見をいただいて、こういう意見言ってほしいとか、それから必ずこれはこういう審議のプロセスを若い人に、私も若くないんで若い人に見てほしいということで、必ず日本NPOセンターの若手をですね一緒に行って審議のプロセスを見ていただきましたので、その2人がどういうふうに思っていたのかということも非常に私にとっては気になるところです。それから先ほど別の岡本先生からお話がありましたように、やっぱりこれをしっかりと分析をしていくということはとても大事だと思っています。審議会の委員を解かれた時にはしっかりとどういうものだったのかということを改めてプロセス分析をしっかりしたいなというふうに思っておりますので、どうぞいろいろまたご意見いただければというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お二人のような団体にちゃんとお金が流れるようにということとか、本当にここにもなかなか来れないようなそういう団体にもしっかりとお金が流れるようにしなきゃいけないと。それと今日はまず本当に皆さんにですね、私もなんかエールをいただいたような、本当になんか皆さんとこれからご一緒によりいいものにしていくというような思いを感じさせていただいたことを最後にお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい、4人の方ありがとうございました。もう時間が超過してますのでもう終わりますが、一言だけ、今日のこの場で特にじゃあこうするんだとかいう結論は出てません、ご覧のように。ただいろんな問題点とかこういうこと大事だよねっていうのはいくつも出たと思います。もう改めて繰り返しはしませんが、これからのプロセスをみんなが注視して、で意見も言って、で勉強もしてやっていかないといけないのかなと思いました。でまさに岡本さんおっしゃったように委員の責任というだけじゃなくて、委員の人たちにもっとこう頑張ってよと支える部分も我々もやっていかないといけない。でこのプロセスは多分これからも続くので、ぜひ皆さんも一緒に頑張っていきましょう。でもう一つは今日ここに来られなかった委員、あるいは先ほど来何度も実名の名前の出ている内閣府の事務局の方、ぜひ今日のこういう声はちゃんと聞いていただきたい、はい、ぜひこういう話を踏まえてこれからの審議会運営していただきたい。これが一つです。で二つ目は指定活用団体に手を挙げようという方、今日ここに一人だけ先手を挙げられましたけど、他にも複数の団体がすでにあるという噂を聞いています。そういう方々多分手を挙げるんだろうなと思われる方にはこういった議論を我々も届けたいと思います。
で後からいやそんな話聞いてなかったとは絶対言わせない。あのこういう議論が町の中でなされている。でそれは指定活用団体を志す人たちには絶対届けないといけない。それからさっきあの中間支援の人たちちゃんとしてよという声が出たと思います。全国の各地の中間支援もあの自分たちがお金もらって権力を握るということではなくて、本当に微妙なデリケートな現場にちゃんと支援をできるのか、それは本当に責任を現場の団体から突きつけられていると思うんですね。それはまあ私もその立場ですから本当に頑張りましょう。からもう一つは議員さん、これ議員立法ですので、議員連盟があります。議員連盟の人たちにもぜひ今日のこういう議論を聞いてほしい。こういうプロセスでいいのか、制度の中身がこういう方向に行こうとしている、それに対していろんな違和感とか疑問とかがたくさん出されました。それは何とかして議連にも届けたいと思ってます。はい、で広く、まあ、市民の皆さんにもこういうの今日あの動画がネット中継されてますので見ていただいて、ぜひご意見もいただきながら、またこういう場をどこかで作らないといけないのかなとも思いますし、まあ、あのネットとかそういうのがある時代ですから、いろんな形で意見交換しながらあのご一緒に作っていければなと思います。あの今日のこの場がもしいい議論がちょっとでも聞けたと思われたら、4人の登壇者の方にぜひ最後拍手をお願いいたします。ありがとうございました。実用さんにもぜひ拍手をお願いできればと思います。ありがとうございます。それでは時間が過ぎていて恐縮ですけれども、終了の挨拶として森の伝言版ゆるる代表理事の大久保さんより挨拶をお願いします。はい、仙台からあの来ております今回の実行委員会の一メンバーとして、ご挨拶させていただきます。2時間半にわたりまして、今回の休眠預金のこれまでの流れを皆さんお聞きになったと思います。昨年の3月にですね、内閣府がこの休眠預金についての説明会があって、参加したときには、民間のお金だと、これから何もまだ今決まってないので審議会ができてそこでどんどん決まっていきますという話を聞きました。でもその審議会がこの話を聞くことによってですね、本当にそれが主体となったのかというと、なんかそうとは思えない流れがここまで来ているかと思います。これからあの指定活用団体がまあ今募集されてますので決まり、その先配分団体が決まり、そして来年にはですね、一般のその NPO に限らずですね、課題解決をしてくれるところの募集が始まるわけなんですよね。で私たちのように地方で中間支援組織やってる者にとっては、この休眠預金は首都圏の話だけじゃなくて全国の話だということで、自分たちがそれに対してどうこう伝えていくか、広めていくか、支えていくか、やっていかなきゃならないというふうに感じております。今回あの東北仙台だけじゃなく、もうあの九州も全部いらしているので、そういった中間支援組織も中心になりながら、この休眠預金に対してしっかり監視の目を持って来たいと思います。その声をですね、こうやって発信することによってきっと関係者の耳に入ると思いますので、それを続けていくことが大事かと思います。今日は本当に長い間ありがとうございました。皆さん、大久保さんもありがとうございました。気をつけてお帰りください。